はいこんにちはインテリアコーディネーターサロンのポール小田部悟です今回はこの間のですねまとめ動画の前編に続き講義動画の後編となりますこちらですね前編と合わせて見ていただくことで大まかにですけども試験の範囲はもうすでに網羅していますのでぜひぜひですね試験勉強にお役立てください ただですね今回は平面図上の記号であったりとかインテリア関連のマークとかですね実際に目で見て覚えなければいけないものもそこそこありますのでそのあたりはですね聞き流し勉強だけではなくて皆さんお持ちのテキストで学習の方も進めてみてください。 あとですね前回の動画と同様なんですけども当サロンでは無料会員さんの募集とツイッター上でですねインテリアコーディネーター受験される方のコミュニティというものを作成していますのでこちらもよければご利用ください。特にコミュニティの方はですね今年の受験者が集まってみんなで会話ができるような場となっていますので同じ受験者の方々とですねもう交流をしたいなという方はこちら自由に入れますのでよければどうぞという感じです。 どちらも下のの概要欄の方に URL を貼っておきますはいそれではここからが動画の本編となります4時間半と長いですけどもどうぞ今回は第6章1ということでインテリアコーディネーターハンドブックの下巻についに入ってきましたそれでは今回もボリュームがあるので早速進んでいきましょうまずは今回の動画の目次からになりますが1建築構造の仕組み構造体の種類2基礎工事小屋組 木材にににつついいいてててプレハブ工法についてという形になっておりますまずは建築構造の発展についてですねこちらですね3点書いてますが重要なのはですね2番目に書いている奈良時代には東大寺が建立されてその後ですね通りひじきと皿とを組み合わせ軒の深い構造の大建築が可能になったこの部分が大事です通りひじきと皿とこれ覚えておいてください まあそそののの上と下にに関ししててははははでででで、でですす。すね、ね。こここまま重要ないい、省略次行き構造体の種類です、ね、覚えておくべき構造体の種類5線ということなんですけどもこちらもですね、上3つ木構造鉄骨構造鉄筋コンクリート構造この3つが大事になってくるのでその下の鉄骨鉄筋コンクリート構造と補強コンクリートブロック構造に関しては省略したいと思います。 ではまず木構造からですね木構造で覚えておくべきポイント工法ですねまずは在来軸組み工法これ一番大事なことなんですけどもこれ何かと言いますと柱などの縦の構造材と梁などの横の構造材を組み合わせて立てる工法ですねさらに噛み砕きますと基礎の上に土台というものを乗せて そして基礎と土台をアンカーボルトという金物で固定して土台に柱を立て梁や下駄を支える仕組みとなっています。次に 2x4 工法なんですけどもこちらは北米から伝わった工法で 2×4 インチの木材で組んだ枠に壁を張っていく工法ということで枠組み壁工法とも呼ばれますということなんですけども これ皆さん一つ疑問に思うかなと思うのでちょっと深掘りして解説しようと思います。それどういうことかと言いますと1インチというのはそもそも2 5 4ンチなので本来5 0 8かけ× 1 0 1 6ミリの断面になるんじゃないかと思うんですがこれはですね製材した時要はその木を丸太から切り取った時は このサイズなんですけども木というものは当然その後乾燥させなければいけないですしその時点で収縮が起こりさらに表面処理というものをカんナで削ったりするのでそういう全ての工程を終えた後には38ミ、mm、リ ×89 ミ、mm、リという大きさになるということですねこれを2ォ4材と言いますちょっとややこしいですね最後にその他 丸太組工法、修正材工法などもあるんですけども、こちらはおそらく出題頻度は低いので、まあ、そこまで勉強しなくても私はいいんじゃないかなと思います。では次いきます。在来軸組工法ですね。先ほどのページでもちょっと説明しましたが、こちらのポイントを3点解説します。まず、水平力に対しての耐性、耐える力をつけなければいけないですね、家は。なので、そこで筋貝というものを入れます。 さらに筋貝入りの壁のことを体力壁とか体力壁という名前がついております次に構造材の接合部を仕口や継手と呼び現在ではそれを建築家なものによって補強しております具体的には建築家なもの羽子板ボルトであったりコーチボルトフックボルト普通ボルトまあこれらが出てくるんですけども羽子板コーチフックこの3つ覚えておいてください 最後にその他重要な補強として例えば1階の床であればですね火打ち土台ですねで同じような仕組みでも2階の床や小屋組では火打ち針という名前がついていますのでこの火打ち関係は覚えておいてくださいね次に基礎工事土台ということでまず前置きとして現在基礎工事というものはベタ基礎の採用がほとんどですさらに布ギソというものもも、のあるんですけども これらの違いはですね、実際写真とか絵で見た方が分かりやすいので Web でですねインターネットで検索して是非一度見てみてくださいでは次基礎を作るための地盤の整備のことなんですけどもこれを「事業」と言いますでこの事業の手順としてはまず割り繰り石そして砂利採石などを敷いて突き固めますそしてこの「事業」ができたら基礎ですね基礎を作ってその上に土台が置かれて でこの基礎と土台というものはアンカーボルトというですね金物で金欠されるんですけども床下の換気対策がこれ必要になるのでその対策としては床下換気口を設けるか土台と基礎の間にパッキンを入れて隙間を取るこちら猫土台というもものなんですけどもこの「猫土台」はですね名前すごい覚えやすいと思いますので。 まあパッキンを入れて隙間を取るものは猫土台と覚えておきましょうさらにですね建築基準法により地面から 1m 以内の土台や柱などは防腐処理をしなければならないということなんですけどもこれもしばしば出題されますので重要な部分は 1m ということになります 1m のワードと防腐処理をセットで覚えておいてください次は構造材についてですねよく出題される構造材 とということでまずはですね木造建築の中で縦に長い柱こちら1階分の長さの柱を管柱そして1階から2階分の2階の天井までの高さのある柱を通し柱と言いますさらにですね柱の形ですねまず管柱は105角 通し柱は120角となっておりますので通し柱の方が当然1階から2階までのしっかり支えなければいけない柱なのでしっかりした太い柱ですよということですね次によく間違えがちなのが銅座しと銅縁ですねこちら2点解説しますまず銅座しですけども上階と下階との間に水平に入れる大歌剤ですねこちらは各管柱をつないで、 上階の床を支えるということとでかかななりりりしっかりとしった柱になります上階と下階との間に入れる柱ですからね当然しっかりしなきゃいけません次に胴縁に関してなんですけどもこちらはですね壁などのボード当然貼り付けますから壁などを貼り付けるための大火材ということで間柱縦にある間柱何かに胴縁をくっつけてさらにその胴縁の上にボードを貼り付ける。 という形になっていますなので銅座しと銅縁間違えないようにしてください最後に壁に開口部を作る時に上部にまぐさというものをつけますそして開口部が窓の場合は下部に窓台というものを取り付けるということで基本的には上部にまぐさを作るということを覚えておいてください次床組みですねこちら押さえておきたい2つのポイントとしてテキスト読んでると出てくると思うんですけども転ばし床そして 塚立て、床ということで、転ばしって、なんか意味わからないように感じるんですけども、これどういうことかと言いますと、コンクリート面に大引き、大引きは皆さんも勉強しましたかね、大引きを直接乗せて固定してしまって、その上に値段を置く方法。なので、コンクリートの上に木材を直接置いてってしまうんですね。で、置いて、大引きを置いて、その上に値段を置いて、さらにその上に床を張っていく。ということで、マンションなどでこちら、用いられますね。 次に立て床ですね。こちらはもうそのままで地面に設置した使い石の上に床塚を立てて大引きを渡して値段を載せる方法として基本的に布ぎそであったりとか伝統的な木造軸組み工法の1階床に多く用いられているということですはいそれでは次いきましょう小屋組で押さえておきたい2つのポイントということでまず和小屋ですね 日本古来の小屋組で軒桁に小屋張りをかけ小屋塚を立てて組むということなんですけども出題頻度的には次の洋小屋の方が出るイメージです洋小屋は西洋からもたらされた小屋組です六張り合掌、塚頬杖などでトラスを形成しトラスの上にもやを上限材と直行させてかけたものということなんですけども まず補足していきます。トラスとは三角形を基本にして組んだ構造のことですね。次に、現在とは先ほど説明したトラスの上下にある部材のことを指します。上現在というのはトラスの上側の現在のことですね。はい。ということでこちらのですね、用語絵に関してもトラス構造とそれぞれの頬杖であったり合掌、六張りなどの ワードをしっかり覚えておいてそれがどこに該当するのかっていうのもセットで覚えておいてくださいでは次いきますはい木材についてということなんですけども基本的には針葉樹と広葉樹を覚えていただくと、まあ、こちらもひたすら覚えるしかありません次に炒めと正さめですねこちら右に写真を置いていますが炒めと正さめ 皆さんホームセンターなどに行かれたら、まあ、木材見ていただくと分かると思うんですけども炒め結構売っていますよね炒めすごい安,安く売っているんですけどもこの炒めとマサめの関係それからこれから説明しますが木取りというものをですねどのように取ったら炒めができるのかどのように取ったらマサめができるのかということをですね一応頭に入れておくといいと思いますはいそして今もちょっと説明しましたが木取りですね まずこれは丸太から極力無駄のないように板材や角材などを製材することを木取りと言います計画のことですねさらに補足として木割りというものも後で出てくるんですけどもこちらも言葉に似ているので注意が必要です木割りというのは柱の太さなどを基準としてその他の寸法を決定するものということですねはいでは次いきます木材について丸2ということなんですけども木材の性質なんですが まず木材は日本農林規格いわゆる JAS で1から3級の等級区分というものをしておりますでその等級区分の仕方としては節のあるなしと節の大きさによって材料の強さを押し量る基準となっていて当然1級が良材となります次に木材の含水率ですね含水率も結構出題されるので注意が必要です 木材には当然水分が含まれているので乾燥させるんですけども、含水率が15%以下のものはですね、狂いが少なくて安定しております。なので、それゆえに床板であったりとか内装用の壁板に使われます。まあ18%とかでしたら、例えば和室の投げしとか敷居とかですね、そういうものにも使われておりますね。はい。そして材木の割れを防ぐために行う作業を、背割りと言います。 こちらも右に写真載せていますが、木材のですね、丸太の一部分をちょっと割ってあげることで、全体のひび割れなどを防ぐということですね。こちら、木割り、木取りなどと混同しないように注意しましょうということで、引っ掛け問題でもし出た場合ですね、必ず間違える方がいると思いますから、背割り、木割り、木取りはしっかり覚えておきましょうね。はい、では次行きます。次、鉄骨構造ですね。こちら S 構造とも言います。 まず特徴を述べます。鉄筋コンクリートに比べて軽量です。コンクリートがない分軽いってことですね。そして、よく出題されるものとして、ハイテンションボルトですね。ボルトです、こちらは。そして溶接なんですけども、こちらは電気溶接、いわゆるアーク溶接というんですけども、電気溶接とアーク溶接、これセットで覚えておきましょう。次に、当然鉄なので錆びますので、それらの処理を必要とします。 最後にこれ赤印で書いてますが不燃材なんですけども鉄は燃えないんですが500度以上になると強度が極端にも半減して鮮度を超えるとですねもう全然強度はない状態になってしまうので耐火対策が必要となってきますさらに補足として鉄骨構造は主にラーメン構造で出題されることが多いと思うんですがその他ピン構造であったりアーチ構造 ドーム構造立体トラス構造などありますので一応頭に入れていくといいと思いますラーメン構造はちなみにもうサービス問題なのでこれを落とすと痛いですねはい次行きましょう次に鉄筋コンクリートですね鉄筋コンクリート像は RC 構造とも言いますまず特徴なんですけども一般的に基礎柱梁壁などは現場で型枠を組み立ててそこに背筋 鉄筋をを敷いててコンクリートを打つことによって作られます次に鉄筋とコンクリートの長所を生かし短所を補い合った複合材料ですよということなんですけども先ほども説明したようにですねそもそも鉄には耐火性というものはないんですけどもコンクリートは耐火性があるのでまあいわゆる鉄を守ってくれるとさらに鉄筋は引っ張られる力には強いんですけども圧縮こちら座屈とかバックリングという ワードで出題されることも非常に多いですこの圧縮にですね鉄筋は弱いのでコンクリートがそれを補ってくれるとなので先ほども言いましたが長所を生かして短所を補い合った複合材料と言えるわけですコンクリート自体はですね断熱性が実はそこまで大きくないので断熱処理はする必要があるということですねここコンクリートは結構断熱性が大きいっていうふうに思われるかもしれないんですけども 断裂処理というものは必ずこれ必要になってくるとあのテキストにも書いていますので頭に入れておきましょう次レンガ作りですねレンガ作りについてということでレンガ作りは関東大震災などの地震による被害が大きかったことからそれ以後は作られなくなったということなんですねただしレンガ作りの建物は建てられなくなったんですけどもレンガ作りの遺装は使われているということでこちらですね イギリス積み、オランダ済み、フランス済みとあるんですけども、この3つだけ一応です、ね、絵と見比べてです、ね、覚えておくことをお勧めします。出るとしたらもうそこだけですね。はい、それでは次いきます。プレハブ住宅ということで、プレハブ住宅とはいわゆる工場で,です、ね、部品を作ってそれを現場に持っていってそこの現場で組み立てるというものになります。補足として現場での加工や作業をできるだけ減らすための技術開発を プレハブ化と言いますそしてプレハブの種類にはですね3種類あるんですけども基本的には軸組み工法と壁式工法はですね先ほどの木造建築に関してで説明しましたけどもボックスユニット工法というものは1ユニットイコールですね1つの部屋単位で完成しているものをですねレッカー車でつっと でそれをもうう置いていくっていてく作業ですねなのですごい単純な工法なんですけどもボックスユニット工法と言いますさらに補足としては材料ですねこのプレハブ住宅の材料としては木質系であったりとか鉄骨も OK ですしコンクリート系もいけますよということでこの基本的な3種類を覚えておけば問題ないかと思います。えー、第6章の目次ということで1床下地床仕上げの工法 丸2壁壁下下地、地、仕仕上上げげのの法法天天井井造造作と造作と材丸5階段まず前もってのポイントなんですけども木構造とです、ね、鉄骨鉄筋コンクリートなどは分けて考えていった方が覚えやすいと思いますのでそれを先にちょっとお伝えしておきますそれではスタートしていきますねまずは床の下地についてなんですけどもこちら先ほど言ったように木構造と鉄骨構造を 上下で分けてみました。まず木構造から説明します。床下地について。加工式の作り方となる場合が多く、在来軸組工法の場合、1階は床面、上から行くと床面を次に値段っていうものが受けます。その値段っていうものと床面を次は大引きというものが受けます。そして、それらを土台と床塚が受けるようになっています。 この流れはですね非常に大事ですしよく試験でも出ますのでもう基本的なところなのでしっかり覚えておきましょうそして補足としてですね床に重い家具であったりとかピアノなどを置くよっていうのがもう決まっている場合はですねこれ後々もちょっと出てきますが値段の間隔を狭めるなどの工夫が必要ということです通常にしてしまうとピアノなんかすごい重いですから最悪床が抜けやすい抜けてしまうということもあり得るということですね はい。では次に鉄骨構造ですけども、鉄骨構造の場合は、まず覚えなければいけないのは、キーストンプレートやデッキプレート。これを使ってですね、そこにコンクリートを打ちます。また、木質系の板材を張る場合には、コンクリートを打った後に、転ばしネダというものを使用します。はい。この転ばしネ田っていうのもですね、変わった名前なんですけども、いわゆるコンクリートの上にあの木材ですね、 根さっきの木構造でも使っていた根太をコンクリートの上に配置してそこに床材を張っていくという流れなので変な名前でですねちょっととっつきにくいと思うんですけども、えー、言ってることは簡単ですねはいそして鉄筋コンクリートでも蒸気と同じいわゆる鉄骨構造と同じコンクリートスラブの上に転ばし根太を用いて仕上げますということですはいそれでは次いきましょう 次に床仕上げの工法ですね床仕上げの工法についてまず円高板や無垢フローリング複合フローリングなどの施工は値段に直接隠し釘で留める場合と荒床を張った上に仕上げを行う場合があるということなんですけどもまずですね畳を敷くとこでは荒床というふうに呼びましてフローリング下地として敷く 合板のこととを捨て床と言います結局は下地に敷く合板のことなんですけどもそれをその合板の上に畳を乗っける場合は荒い床と言ってフローリングを最後仕上げとする場合は捨て床というふうに名前がちょっと違いますよということでまあまあしばしば出そうな気もしますねこういうものもはい次にその他仕上げは多数ありますがプラスチックシートやタイル石張りテラーブロックビニルタイル ビニーールシートですねこれらはちょっとまあ覚えるのも大変ですから余力があればしっかり読み込んでみてくださいということでそこまで別にいいんじゃないかなと個人的には思いますただしビニールシートビニールタイル仕上げはコンクリート下地の場合28日以上そしてモルタル下地では14日以上十分に乾燥させてから貼り付けるというふうにですねこれテキストにも書いていますので ビニールシートやビニールタイルの仕上げの場合はコンクリート下地で28日以上モルタル下地で14日以上の乾燥をさせてから貼り付けますよということだけ軽く頭に入れておきましょうはいそれでは次いきます次に床下地その他のポイントということで4つ申し上げたいと思いますまずですね先ほども出てきましたけども値段の間隔ですねネタを配置していく間隔なんですけども 畳床の場合は約4 5センチの間隔で値段を置いていきますとそして床板仕上げいわゆるフローリングなどの場合は約3 0センチごとに値段を配置していきますよということで最終的な仕上げ畳なのか床板なのかによって値段の間隔も変わってきますよということですねこれも頭に入れておいてください次に鉄骨構造の場合 床下地に ALC 板と言いまして外壁などにもこれ使われる軽量気泡コンクリート建材というものなんですがこれが使われることもあります次に円光板ですねこちらはよく出てくるんですけども縁側に使われていた座根加工が施された後半ということでこちら円光板という名前がついているそうです まあ円弧板はよく試験にも出題されますので今回も出た場合は確実に取っておきたい部分ですねそして先ほども出ましたが転ばし床ですねさっき転ばし値段とか書いてましたけども基本まあ一緒のことです総称と思ってくださいまず土間コンクリートの上に床塚塚ですねを設けずに直接コンクリートスラブに大引きであったりとか値段を直接置いてしまってそこに床板を張って作る床のことですね 転ばし床と言いますはいでは次行きましょうはい次に壁の下地なんですけどもまずこちらも木構造と鉄骨像で分かれていますはいまず木構造の壁の下地についてなんですけども伝統的な日本家屋の壁は柱をあらわにした新壁構造がほとんどでありましたただ日本人の生活様式の変化とともにそれらも変化していっていわゆる抜きだったものが もっと強度を増した筋交いというものに変わっていったりとかですねその結果結局新壁構造が減っていって今の柱をあらわにしない大壁構造というものが多くなっていきました次に鉄骨像なんですけども木造の新壁同様をボード貼り付け下地とする場合が多いですまたは鉄骨に木枠を取り付けて下地とするということです そして鉄骨像と鉄筋コンクリートはこれもまたほぼ同じです。ということでですね、壁の下地はですね、そこまで別に重要じゃないと思っていまして、大事なのは次ですね、壁の仕上げの方になります。それでは見ていきましょう。 壁仕上げの工法についてなんですけどもこちら大事というふうに書いていますがまず湿式工法と乾式工法ということで湿っているという字と乾燥している字で分かると思うんですがまず湿式工法から説明しますこちらは例えば左官仕上げ漆喰塗ったりとかですねまたはタイル仕上げなどのことを指します具体例として漆喰などがあるんですけども現場で水と混ぜて練ったものを コテなどで下地材に塗っていく方式これを湿式工法と言います試験でもし迷った場合はですねこちら赤印してますが材料に水が混ざっているものを湿式と覚えておくといいと思いますそして乾式工法なんですがこちらはボード貼り付けやクロス仕上げなどですね具体的にはですねあらかじめ工場で生産された原材を現場に持ち込み それららを壁面に貼りりり付付けけたりしてて下地材の上から取り付けていく工法こちらも材料が乾いている乾いていますよねボードとかクロスイコール乾式と覚えるとわかりやすいのではないでしょうかさらに鉄筋コンクリートに関してはもうコンクリート打ちをしてそれ自体を仕上げとしてしまう打ちっぱなし仕上げというものもあります。 コンクリート打ちっぱなしっていうのはよく聞くと思いますのでこれ試験でもですねちょこちょこ出ているのでサービス問題として出たら確実に取っておいてくださいはい次に天井の下地ですねこちら下地覚えるのまあまあ大変ですけども順番を覚えることが大事ですこれ床と一緒ですね床と天井に関しては順番をしっかり覚えましょうということなんですがまず木構造から読み上げます針に渡した吊り木受けから吊り木を次下げます さらにのぶち受けというものが来てのぶちをつけますそこに天井板を貼り付けるということでまずは張から吊り木受け吊り木のぶ受けのぶち,のぶち天井板という流れをですね頭に入れておきましょうまあこれ覚えるのはそんな難しくないと思います次に鉄骨造なんですけども基本的な構造は木構造と同じです ただしりり受けや釣木には鋼材が使われることも多いですそしてこちら鉄筋コンクリートも鉄骨像と同様であるんですけどもスラブの型枠に取り付けたインサートや木レンガを利用して釣木や釣りりりやボルトを取り付けますまたホールインアンカーが使われることもあります。 天井下地は鉄骨像と同様に木材や軽量鉄骨材が使われるということですね。ちょっと覚えにくいんですけども、まず、インサートというですね、単語が出てきましたが、これはですね、天井に設置されるアンカーボルトを差し込むためのパーツとなっております。こちらはコンクリート脱設前に、えー、インサートされるということですね。まあ、この辺ちょっと鉄骨像、鉄筋コンクリートは、 ややこしいんですけども木構造も普通に結構出ますからね試験ではなのでしっかり木構造も覚えておいてくださいはいそれでは次いきましょう次天井仕上げの工法ですねまず天井仕上げについてなんですが和室では従来から竿チ天井が一般的で竿チに天井面が乗っかるような構造でしたそしてそこには天井板これ天然木ですね の反り防止のためにイナゴと呼ばれる勝負剤が使われていたが近年は突き板合板などに変わり反りの心配もなくなったということでまずはですね天然木を使っていたのでその反り防止のためにイナゴというものが使われていましたこれもですね試験でしばしば出るんですねなので天井仕上げに使われていた勝負剤でイナゴっていうのを覚えておきましょう でまあ、近年は月板合板に変わったので、単板ではないですから、あの反りの心配もなくなったという意味ですね。では補足の部分も読み上げます。まず木製の天井はですね、敷目天井、円光板などの打ち上げ天井、これらは、のぶちにもう下から打ち上げるような形で取り付けますよということですね。次に合板や石膏ボードもステンレスビスなどで留めて、塗装やクロス仕上げをする。 まあこれはイメージしやすいですね。そして最後に鉄筋コンクリート像の場合なんですけども、上階の床をそのまま天井にする仕上げがあり、これを自家天井と呼びます。次に和室の造作部材ですね。和室の内乗り周りについてということで、内乗りというとですね、まあ、内側の寸法みたいなイメージをすると思うんですが、もう一つですね、開口部周りの造作を総称して内乗りと呼ぶそうです。 で具体的にその内乗りと呼ぶ開口部周りの造作は何かと言いますと1四2鴨居3投げし、4乱馬となっています。そして今この敷居であれば襖や障子が入る開口部の加担を構成する厚さ3 0ミリ程度の部材と書いているんですけどもこの3 0ミリ程度っていうところはですね一応覚えておいた方がいいと思います。 カモイとかもですね皆さんどこの部分かはイメージはできると思うんですけどもじゃあ何ミリ程度の部材かって聞かれたらわからないと思いますので36ミリ程度の部材ですね鴨居はそして丸三丸四の投げ石と欄間に関してはですね皆さん和室を見ていただいて投げ石と欄間がどこにあるかっていうのはイメージはできると思いますので,で木材の先ほど鴨居、えー、と敷居で出てきたように何ミリ程度の部材というのはこれテキストにも載っていないので まあ出ななないいんじゃないかなと思いますからとりあえずどこにある部材かっていうのだけ確認しておきましょうさらに、えー、内のりに使われる樹種というものは杉やヒノキが多いっていうことも頭に入れておいてくださいはいこのページに関してはそれだけです次に大事なんですけども塵収まりと新壁の柱の面取りに関して説明しますここすごい大事なんですけどもまず皆さんちっていうことと 見つけ、見込みとかこの辺の区別はきちんと今ついていますでしょうか分かりやすいようにですね下に図をちょっとあの開口部として書いてみたんですけどもちょっと分かりにくくて申し訳ないんですがまずこれドアだとしていただいて正面からまず見えている部材の部分を見つけと言いますこれ寸法のことを指すこともありますけども正面部分を見つけそして奥行きにあたる部分を見込みと言いますこれ寸法のこともありますね 最後に例えばこれがドアだとしてこれドア枠とか見ていただくとあの段差があると思うんですねドアの部分と壁の部分にそれを塵と言いますそしてその収まりのことをちり収まりというんですけどもこれすごい代表的ですしよく出ますので必ず覚えておいてくださいあ収まりに関しては上に書いていますね部材と部材が接合する部分のことということです次にですね この右側に書いている新壁の柱の面取りに関してなんですが、こちら糸面、正面と書いていますが、後に出てくるですね、造作の面取りと混同しないように注意してくださいということです。後でまたですね、造作の面取りの部分が出てきますので、そこでも補足したいと思います。では次行きましょう。床の間の種類ですね。 こちらは、まあ、毎年どれか一つ、二つは出るかなというところなんですが、全部で7種類あるんですけども、出てくるものはもうほとんど決まっていて、丸二のけこみどこや、丸三踏み込みどこ、丸四のおりべどこ、丸七ほらどこ、これらがよく出るイメージですね。そして、まあ、置きどことかですね、まあ、釣りどことか、まあ、本どこはですね、ちょっと特殊かもしれませんが、まあ、いきなり出題されても大体、 わかると思うんですね。なので、丸に丸3。丸4。丸7。これらを見て覚えておいてください。読むのは省略しておきます。では、次行きます。床の間の構成と床柱なんですけども、まず床の間の構成についてですね。床柱床がま町床地板、これ床とこ畳のこともあるんですが、そして最後に落とし掛け、これらの4つでまず構成されているもの。次に。 床柱の種類について3種なんですけども、基本的にこれから言う3種類を覚えておけば大丈夫だと思います。まず、磨き丸太。一般的な丸太。次に、面皮柱。こちら角を落とした四角い柱ですね。角をちょっと面取りした四角柱、四角柱最後に、絞り丸太。こちら特徴があります。表面に縦じわがついた丸太ということで、磨き丸太と絞り丸太。そこの、 特徴についいてててししっかり区別しておいてくださいさらに床柱の産地として京都の北山杉や奈良の吉野杉というものがありますよということも頭に入れておきましょうはい、では次に見切り部材なんですけどもここもちょっとややこしいのでしっかり学習しておいてほしいのですがまず見切り材について天井と壁または壁と床のように仕上げ部材が変わる 取りり合いの部部分に入れる化粧部材となりますでは具体的に4種類ちょっと紹介したいんですけどもまず1個目がはばきですね。はばきっていうのは床と壁を見切る部材で壁のこれ下部に設けていますよね。で高さですね60から1 0 0ミリ程度厚さ15から2 4ミリ程度のもの木材を取り付けますということで一応書いておきました。 次に、回り縁ですね。回り縁というのは、幅木は下だったんですけども、今度、回り縁は上ですね。壁と天井を見切る部材で、壁の上部に設けます。こちらは、モールディングと呼ぶ部材を入隅、入りすみ、いりすみ分かりますかね、に取り付けるものもあります。次、3、畳寄せですね。これも字の通りですけども、新壁作りにおいて、畳が壁に当たるところに、 つける部材となりますなので和室とかですね畳を敷いているところで壁に当たるところにつける隙間埋めの部材となります最後丸 ④ が雑巾釣りと言うんですけどもこちらははばきをつけない場所の板張り床と壁の見切り材として付ける部材ということですね 見えがかりが1 5ミリ角ほどの細い木材で掃除の時に雑巾が壁をこすらないように取り付けるということなんですけどもこちらですねじゃあどこなのって思いますよねまず具体的な場所としては押し入れの中の地板と壁の見切りということですねあるいは床がまちと壁の見切りなので押し入れ結構有名なので押し入れ 雑巾釣りとかで検索、画像検索していただくとわかると思います。はい。では次行きましょう。次に開口部の仕口ですね。まずこちら3種類を覚えてもらいたいんですけども、部材が取り合う部分の加工を仕口というということで、いわゆる木材と木材が合わせ合う場所のことということですね。それを仕口と言います。そして、これから3種類読み上げます。まず 突きつけということなんですが突きつけは図のように小口が露出するので一般的にはあまり使われないということで下の図を見ていただければわかるのですが切り口の部分がですね露出してしまいますのであまり見た目的によろしくないということでそこまで使われませんと次にですね止めという仕口の方法があります こちらがですね、皆さん必ず見られたことあるのですが、両部材の端部、端っこを45度に切断して接続する加工のことですね。最後に角柄。こちらは和風の開口部枠に使われて、一部の部材を横あるいは縦方向に伸ばす加工法となっています。こちら具体例もですね、次のページでお見せしたいと思います。はい、こちらが止めと角柄なんですが、 まずですね左側ですね私が前に旅館に泊まりに行った時に角柄があったのでこれ写真に撮っといたんですけどもこのように縦に今突き出ている状態ですねこれ角柄と言いますそして右の写真は我が家の洗面所なんですけどもこの鏡の枠の部分が45度に切断されていてそこで合わさった仕口ということでこれ留めと言います皆さんこれよく見たことあるんじゃないかなと思いますね ははいでは次行きましょう。次に造作の面取り加工ということで注意こちら先ほども言いましたけども新壁の柱の面取りと混同しないようにしましょうということでまず1から66種類あるんですけどもまず切り面木材の端部を45度に切り落とした断面加工ですね次に坊主面丸面とか言うんですけどもこちら名前結構特徴的なんですが 実際は R がかったですね丸みを帯びた面取り加工のことを言いますなのでお子さんがいる家庭ではですね安全性にもつながりますよね次にコール丸面です次に銀南面で銀んのような形に面取りをした加工でこちらは柔らかな印象の仕上がりになります次にさじ面これはですね角を木の角っこをさじ大さじとかのさじですくい取ったような形状 のの面取り加工でで装飾的な要素が強いものです次猿、ね、の顔の輪郭のような形状をしていて主に竿縁天井の竿の断面に使われるということでまあこれも試験でしばしば出るんですが主に竿縁天井の竿の断面に使われるということもセットで覚えておいた方がいいと思います最後に6八掛ですねこちらは正確には面取りではないんですけども 床の間の落としがけなどに施される断面加工で部材を薄く見せる手法ということでこの名前的にですねはっかけと角柄とかもですねよく一緒に出題されるんですね3択の中になので八掛けは断面加工で部材を薄く見せる手法なおかつ床の間の落としがけなどにっていうヒントもありますからこれもきちんとはっかけという名前と内容セットでしっかり覚えておきましょう 次に階階段段のの構構造造ですね。階段の構造は基本的に3種類あります。まず側下駄階段なんですけども両側の厚い板下駄で階段を挟むように指示する形式のもので一般の木造建築では最も普及している階段となります階段下のスペースを収納にすることもできるということですね次にささら下駄階段なんですけども壇上に加工した階段 下駄の上に階段を取り付ける形の階段ということでまあ見た目はあの側下駄階段に結構似てるんですけどもささら下駄階段壇上ということですねそれも覚えておきましょう最後に中下駄階段ですね下駄を段板の両側には置かずに中間真ん中センターに置く形式の階段で一般的にはけこみ板をつけませんということですねこちらも不安を覚えるようでしたら 得意の画像検索で一旦見てみましょうはいそれでは次いきます階段の勾配についてですね階段の勾配のポイントに関してはまず一般的に昇降しやすいと言われている階段の傾斜角度は約30から35度と言われておりますこちらは数字だけ覚えておけば大丈夫ですさらに階段勾配の計算方法というものがあるんですけどもこちらもですね試験出る可能性があります 2R す T は63その r というのは毛上げ寸法 t というのは踏み面ら寸法のことなんですけども試験で出るとすればですね 2r+t すは63っていうものと例えば r+2t すは63とかそういうふうなややこしい問題が出る可能性も十分にあるのでこの計算方法公式ですねを覚えておくということですねでは次いきます 階段手すりについてですすね。階段手すりについてのポイントなんですけどもまず建築基準法によって手すりの取り付けというものは義務付けられておりますただし階段の手すりの高さに法的な規定はありませんこれ2番目読んでるんですけども一般的には750から850ミリ程度の高さに取り付けるということです なので手すりをつけなさいよというのは建築基準法で定められているんですけども階段手すりの高さに法的な規定はありません一般的には750から8 5 0ミ、mm、リ程度のところにつけますよということを覚えておきますそして次に手すりの断面に関してなんですけども断面寸法円形の場合は3 5ミ、mm、リ程度が適切な太さと言われております そして最後に壁面と手すりの間は40ミ、mm、リ以上を開ける必要があるということで40ミ、mm、リ4センチですね4センチ以上を開ける必要があります補足として階段の有効幅を測る際手すりが壁から10センチ以内ので100ミ、mm、リ以内の出だった場合は手すりの出てる部分っていうのはその有効幅を測る際には含みませんよということも一応書かれていたので補足しておきますはい ということで、第6章02以上なんですけども、まずは第6章03の目次なんですけども、1、建具について、各各種、ドア、障子、襖す2、窓について、3、情について、4、ガラスについてですね。それでは早速、開始していきます。まず、各種、ドア、各とについてですね、試験でよく出題されるとについて、 補足ですけども、内部縦具の方式は開き度そして引き度折れ度の3種類が主で実は種類はさほど多くないんですね。そここで絶対に覚えてておいて欲しいしとを以下にままととめますということで具体的に言いますと、えー、かまち度そしてフラッシュ度そして最後にガラリ度かっこルーバードの3つなんですけどもこちら試験でよく出るので覚えておく必要があります。ままずはか,まち度から説明していきますね。 かまち度は幅広の木材を枠組みにして間に鏡板やガラスをはめる構成を取ったものということでこちら大事なところはですね赤字にしていますのでこれらの単語もしっかり覚えておくようにしてください次にフラッシュ度ですねあまり聞きなじみないかもしれませんが表面が平滑になっているシンプルなデザインの塔を総称してフラッシュ度と呼びますかっこフラッシュというものは 平らなという意味ななんですねなので平らなとでこぼこなととがいいよっていうとですね最後にガラリ度ルーバードなんですけどもかまち組にガラリルーバーをはめ込んだ「と」ということで、えー、赤字で補足しておりますがガラリとはドアや窓に取り付けるいわゆる換気をする部分ですね換気口で幅の狭い羽板を平行に連続して取り付けたものということですね。 イメージがわかない方はガラリ度やルーバード検索で調べてみてくださいはいそして我が家がですねかまち度とフラッシュ度どちらもありますので写真で載せておきましたちなみに左がかまち度右がフラッシュ度ということなんですけども念のためですね範囲この試験の範囲に入っていますのでアンダーカットというものもかまち度の方に一番下部ですね書いておいたんですがいわゆるドア下部の 隙間ありますよねそこを換気のスペースとしてアンダーカットと呼びますこれもついでに覚えておきましょうでは次いきます次障子についてですね障子の種類まず大きく分けて4つ覚えます1水越障子なんですけどもかまち以外の前面を格子状の3組にしたもので障子紙が前面に貼られるということで障子結構分かりにくいですよね 障子のいわゆる枠ですね枠の横の部分を、まあ、いわゆるかまちと呼んで上上山とかですね下は下山とか言ったりするんですけども三組の形で荒組とかですね縦茂横茂吹き寄せなど種類が多いものになるのでこの水越障子はですねまた三組の形もしっかり覚えておいてください。次に腰付き障子ですね こちらは下部に板がはめ込まれている障子。古民家に多く見られるということで、まあ、いわゆる株に本当に板がはめ込まれているので、それは腰付きというふうに覚えておくと分かりやすいのではないかと思います。次にですね、丸3、すり上げ障子なんですけども、こちらは雪見障子や根こ障子などと呼び、むしろこっちの方がですね、試験で出題される可能性があるので、きちんと覚えておいてください。 こちらどういうものかというと、下半分にガラスをはめ込んで、内側にすり上げ式の孫障子を取り付けたものということですね。ちょっとわかりにくいと思うので、あの次のページで絵でお見せします。最後、丸4。額入り障子ということで、障子の中央に額縁的にガラスを入れたもの。こちらも言葉の通りなのでわかりやすいと思います。では早速、障子の絵を見てみましょう。 はい。障子の参考ということで、まず、水越障子の、縦、ま、げ、あ、と横重そして荒組みですね。この荒組みはですね、実際、住宅なんかでもよく使われていると思うので、皆さん、目にしたことは必ずあると思います。そして、右半分ですけども、腰付き障子と、す、えー、り上げ式のもの。これは、根こ障子とか、雪見障子と言います。そして、最後、額入り障子ですね。 こちら、A を見てきちんと名前が言えるようにしておいてください。それでは次行きましょう。次に、ふすまについてですね。ふすまの種類は大きく分けて、まあ3つ覚えておけば大丈夫じゃないかなと思うのですが、和ぶすまとかですね、まあそこまで出るイメージ実はなくてですね、一応読み上げますね。障子のような組子、かっこ格子格子に紙を貼って、縁をつけて作ってやるふすまのことですね。 組子に幾重にも和紙を貼り最後に表に見える本紙を貼って仕上げるということでこれワブスマですね次坊主襖こちらですね以前出たことあると思います太鼓襖とも呼ばれ襖の縁をつけずに仕上げた襖のことということで坊主襖イコール太鼓襖というですね別名が出ている場合は必ずしっかり覚えておいてくださいそしてイメージがわからなかったら画像検索ですね はい、次に最後、源氏襖、ま。こちら皆さんインテリアの歴史をもう勉強していれば分かると思いますが、襖の一部に明かり取り用の障子をはめ込んだものということで、こちらはすき家作りで主に使われていた建具となります。はい、それでは次いきます。次に窓ですね。窓の開閉方式ということで、1 0種類頑張って覚えてもですね、意外と出ない年もあったりするので、まあ、勉強しないことはちょっとまずいんですけども、 まずわからないものから学習をしていくのがいいと思いますそれでは早速11種類見ていきたいと思いますまず1引き違い窓ですねこちら住宅で一般的に使われている窓その後ですね赤字にしている部分結構大事なんですけどもガラスの清掃も室内側からできるという利点がある この補足の部分がですね、試験でも結構出てくるので、このガラスのほにゃららっていう部分はしっかり覚えておくといいと思います。あと、後に出てきますけども、網戸を内側につけるのか、外側につけるのかっていうのもポイントになってきます。はい、それでは丸に進みます。片引き窓ですね。こちらは、はめ殺しフィックス窓と、片引き形式の窓が合体したもの。意味わかりますかねわからなかったらもう一度読み返してください。 補足読みますよガラスの外側の一部は室内側から拭くことは難しいという特徴を持つということで窓がまず2枚あるイメージをしていただいて1枚ははめ殺しなので全く動かないんですねそしてもう1枚の方は引き戸形式で動くようになっているのでフィックス要ははめ殺しになっている方はガラスの外側は拭くの大変ですよということですねはい 次に3開き窓こちら片開き両開きとあの扉のようにあるんですけども窓枠の左右どちらかを軸として開閉する開き窓のうち窓が1枚のものを片開きと言って2枚のものは両開き窓と言いますこちらも扉と一緒ですね普通に開き扉と一緒で両開きでしたらこう開けるイメージですね両開き窓はいこれが開き窓となります はい、次に先ほどの続きですけども「丸4上,げ下げ窓です、ね、上下にスライドして開閉する窓で下半分だけが開閉するものと上下が同時にスライドするバランサー付きがある」「網戸は外付けである」ということなんですけども我が家もですね実は大半の窓がこの「上げ下げ窓」になっていましてこのポイントはですね補足で書いている「網戸は外付けである」という部分でもあるのですが割とですね試験で問われた場合 ヒントとしてですね網戸は外付けなのか内側にあるのかっていうのがあったりしますのでこれも窓のイメージをきちんとした上で網戸が内なのか外なのかっていうのを理解しておくといいと思いますはい次にですね滑り出し窓が丸5丸6と来るんですけどもまず丸5の横滑り出し窓からいきます窓枠の左右かっこ横軸ですねに設けられた溝に沿って窓を外側に滑り出させて開けるもの こちら換気用の窓として用いられ、網戸は内側につきます。当然ですね。窓は外側に滑り出させるので、網戸は内側につかなきゃいけませんということです。はい、次に丸6ですね。縦滑り出し窓。こちらはケースメント窓とも呼ばれるんですけれども、別名はしっかり覚えておいてください。縦方向を回転軸にして、窓枠の上下に設けられた溝に沿って、外側へ滑り出しながら開く窓ということで、 こちらよく取り付けられているのがビジネスホテルですね。次に丸7、突き出し窓ですね。こちらはガラス戸の上を軸にして、下側を外に押し出して開くタイプの窓となります。当然外に押し出すので、網戸は内側につくものとなりますね。はい、次行きましょう。丸8、打ち倒し窓ですね。窓の今度、下部を 窓枠と長板などで連結して軸とし窓の上部を内側に倒して開けるものこちら内側に倒して開けるので網戸は外側に付きますとはい最後9番10番結構似ている窓なんですがまず9番オーニング窓ですね窓の下部を外に突き出して開けるかっこ横滑り出し窓を上下に連続して複数設けて それらをハンドル操作で連動開閉するタイプの窓のことを言いますこちらは網戸は内側につける仕組みとなっておりますそして丸十ガラスルーバー窓ですねはい別名出てきましたジャロジー窓とも呼ばれ細長い複数のガラスをブラインドのように並べて窓の脇についているハンドルを操作することによってガラスの角度すなわちブラインドという羽ですね の角度を調整し開閉する窓となっておりますこちらオーニングとガラスルーバー結構見た目も似ているのでこれもです、ね、横滑り出し窓っていうイメージができていればですね丸9のオーニングとガラスルーバーの区別はつけることができると思いますのでわからない方は画像で見ておきましょうそして最後11番はですね2種類ありますややこしくて申し訳ないのですがまずシーベキップというものと奴隷キップというものがあります 先に補足を読ませていただきますと「シーベというものは引き戸を意味します「奴隷」というのは「内開き」を意味します「切符」というのは「打ち倒し」を意味しますということで「シーベ切符」という形式はですね片引き戸ととと倒ししをミックスした窓ということですそして「奴隷切符」というのは「内開き」と「打ち倒し」をミックスした窓になります。 こちらもイメージなかなかしづらいんじゃないかなと思いますのでもう画像検索で分からなければおそらく YouTube とかで検索すれば出るんじゃないかなと思いますので、まあ、分からない方はイメージしておきましょう次に情についてですね情に関して押さえておきたいポイントということでまずは2つ覚えておきます1つ情前ですねこちらは情と鍵からなる開閉機構の総称です今この右の絵を見ていただければ分かると思います そしてシリンダーはシリンダー状とかも言われるんですけども鍵を差し込んで施錠や解錠を行う鍵穴部分のことを指します一応細く書いています錠前はシリンダーやサムターンラッチやデッドボルトドアノブカッコレバーハンドルなどを全て含んだ部品のことを指しますと総称ですからねはいでは次行きましょう状について2ということでまず ラッチですねこれはドアノブやレバーハンドルに連動して動く三角形の部品でデッドボルトの役割を果たすものもあるということで大体いい室内のですねドアなんかはあのデッドボルト缶抜きが入っていなくて、まあ、ラッッチででロックすするもの結構多いですよね、はい、そしてデッドボルト今出てきましたがシリンダーサムターンを回して施錠解錠する時に連動して動く缶抜きの役割をしている部品。 なおかつデッドボルトがある状のことを本締まり状とも言いますのでこちら本締まり状という出題のされ方もちょこちょこ見ますのできちんと覚えておいてください、はい、一応参考で写真貼っておきましたので分かりやすいかなと思いますでは次いきますモノロックですねまずモノロックとはということですが握り玉の中心にシリンダー状を組み込んでいる開き土用のノブのこと 室内側から握り玉の中央に施錠できるプッシュボタンなどによって操作する情報です。当然ながら防犯性能は低いですということですが、まあ、近年はもうこういうモノロックはあまり見なくはなってきましたよね。もちろんついてるのはついてるんですけども、まあ、写真の通りですという形です。皆さん見たことあると思います。ポイントとしては、住宅室内の開き扉ではデッドボルトがなく、施錠をラッチのみで行う場合が多い。 これらを空城と言います。ということでこれも試験に出たことあります。これ空城でなく空城ですね。はい覚えておいてください。次に城に関してのその他ポイントということでその他押さえておきたいポイントを解説していきます。まずはグレモンボルトですね。テラス戸などの大型の開き窓につける城で中央のハンドル操作で上下にボルトを出し入れする城ということなんですがこのグレモンボルトはですね まあその他例えば長板とかの問題でグレモンボルトがそこに紛れていることなんかもありますので、まあ、しっかりテラスドなどの大型の開き窓につける情ということだけ覚えておけば基本いいと思いますそして次にですね「ディンプルキー」というものでこちら鍵の胴部にディンプルっていうのはかっこ小さなくぼみをつけて施錠機構を複雑にしたもの 主に住宅用の鍵として使われているということで我が家もこのディンプルキーなんですけども、まあ、こちらはですね一度写真など見ていただければ分かりやすいと思います次にサムターンですねこちら右に写真も貼っていますがドアの内側についているつまみを回して施錠する鍵のことということで実はですねサムっていうのはこの人間の親指のことなんですね親指でターン回すのでサムターンと言いますもうこれで今覚えましたねサムターン 最後にハンドルについてを問われた場合なんですけどもこちらよく実は問われるんですが高齢者など握力が弱い人にはレバーハンドルが使いやすいということでこちら二次試験でもですね必要な知識になってきますのでハンドルについて問われた場合はレバーハンドル握切り玉などにはしないようにしてくださいでは次いきますガラスについてですねまずはガラスについて押さえておきたいポイントですが 透明ガラスやスリータガラス、片板ガラス、網入りガラス、防火ガラスなどもありますが重要なのは以下の4種類となっておりますということでまず4種類読み上げますね1、服装ガラス、ペアガラス2、真空ガラス3、強化ガラス4、合わせガラスということで次のページで解説していきたいと思いますはい、よく出題されるガラスということで4種類まとめてみましたまず1、服装ガラス 別名ペアガラスですね別名はしっかり覚えますこちらどういう構造かというと板ガラスがあって空気層があってさらに外側に板ガラスがあるっていう3層構造となっていますこれから出てくる1、2、4は3層構造ですすべてはいこちら効果は断熱効果があるということでよく使われる場所として住宅やオフィスビル建築一般ですね我が家もペアガラスが入っています次に2真空ガラスこちらは 板ガラスそして真空層があってまた板ガラスの3層構造ですねこちらは遮熱断熱に優れてペアガラスよりも上の服装ガラスのことですねよりもさらに性能が高いものとなっておりますこちらよく使われる場所は上と一緒ですね住宅やオフィスビル建築一般と次丸3強化ガラス板ガラスを熱処理急冷を施すことにより 通常の板ガラスの3から5倍の強度を持たせたガラスこちらよく使われる場所としてはガラスの扉であったりとかショーケースそしてトップライトですねこれらに使われることが多いです最後丸4合わせガラスですけどもこちらは板ガラス中間膜そして板ガラスの3層構造になった飛散防止性対貫通性に優れたガラスとなっています なのでよく使われる場所は大多数の人が集まる学校であったりとか病院そして美術館とか図書館などですねこれらが主な例ですはいなので丸3と丸4はですねよく問われますので必ず迷わないようにですねあのしっかり理解しておくことが重要だと思いますでは次進みます はい、ガラスその他ということでその他を押さえておきたいポイントなんですけどもフロストガラスというのもそこそこ出題されるので覚えておきましょうということで右に写真貼っていますが実はこのランプですね我が家にあるんですけどもこちらフロストガラスですね結構透明なものです、はい、そしてフロストガラスとはということで片面をサンドブラストしフッ化水素で化学処理したガラスとなりますこの化学処理結構ポイントですね 色は乳白色となるということで見た目はすりガラスと結構似ているのでそこの辺り間違えないいいようにしてくださいはい、最後の補足なんですけども服装ペアガラスと真空ガラスそして強化ガラスと合わせガラスの区別をですねそれぞれしっかりつけることがガラス分野では大事だと思いますのでこの辺りですね気を抜かずにしっかり覚えておいてください。 はい、はい、それでは今回の第6章4の目次なんですけどもまず大きく4点に分かれます1床仕上げかっこフローリングなど2石材について3壁の仕上げかっこ左官仕上げや壁タイル貼りなど4塗装仕上げかっこエマルションペイントなどの重要塗料に関してですねはいこちらの内容で講義をしていきますでは早速入っていきますがまずは床仕上げですね 最初に覚えななけければいけないのがまずフローリングですねフローリング2種で押さえるポイントとして大きく分けると単層フローリングと複合フローリングまずこの2つを覚えますそれでは単層フローリングの方なんですけどもいわゆる1枚板の床材のことで無垢床などが代表的であるということでこちらですねセットで長所短所もですね一緒に覚えておく必要がありますまず長所割と抽象的な言い方なんですけども 自然の味わいががあり経年劣化を楽しむことができますただ短所として伸縮や反りなどの変形が生じやすいということですねなのでまあ無垢フローリングを取り入れる際は、まあ、我が家でもそうなんですけども時期によってはですね結構きしみが出たりですねフローリングの隙間がちょっといつもより空いてしまったりとかですねそういうことも冬になると、えー、起こりうりますねはいそしてポイント1なんですけども 円光板ですねこちらよく出てくるのですがこちらは1 8メートル以上の要は長い長尺の床材であって本座根加工のされたものとなりますこちら次のページで本座根加工をお見せしますそしてポイントにパーケットと書いているものなんですけどもこちらもですね一応覚え,た覚えておいた方がよくて短冊状の引き板を並べてそれを貼り合わせたものなんですけども こちらはですね、一度画像検索などしてもらうともう見てすぐに分かるのでパーケットも覚えておいてください次に複合フローリングなんですけどもこちらは合板や MDF に薄い短板やシートを表面に貼ったものですねこちらマンションなんかではよく使われていると思うんですけども長所としてですね伸縮や反りなどの変形が生じにくいこと寸法精度が高いことが挙げられるということで 無垢フローリングの場合はですね、先ほどの単層の方は、まあ反りとかですね、伸縮しやすいんですけども、この複合の方はですね、合反なので、いわゆる伸縮や反りなどがしにくいということで変形もしにくい。この辺がですね、メリットとなっております。はい、それでは次いきます。フローリングの次ということで、先ほど紹介した本座根加工ですね。こちらよく試験でも出るんですけども、 左側の写真を見ていただくとですね本座ね加工ということでまずオス座ねとメスザネというものがありましていわゆるフローリングを張っていく時にですね説明文に書いているようにフローリング同士の接合部に凹凸を作ったものを本座ね加工といってですねこれをまあいわゆる何枚もあるものをはめていく形ですねオス座ねに今度次の板をメスザネをはめてまたオス座ねにメスザネをはめてっていうような形になっていきますね。 はい。そしてもう一つですね。合い書きというものもあるんですけども、こちらは板材などに用いる継手の一種で、板厚の半分を互いに切り欠き。これ切り替いての分かりますかね。こちらとこちらですねで。こちらの方は下の部分が出てるんですけども、反対側はですね、ちょっとボケて見えにくいですが、上側が出てるんですね。突出しているので、これ複数枚ある場合に、この 上の突出しているのをここにはめていくっていう形ですねで重なる部分を作ることによって隙間ができるのを防ぐ工作方法ということでアイジャクリともこちら言いますアイガキもですねしばしば出ますのでどちらも写真で見て覚えておいてください次に床仕上げ2ということでその他重要な床仕上げ材を紹介しますそしてですねこちらのページで紹介しているのはコルクとリノリウムというものになるんですけども こちら2点もですねよく試験には出ますので大事ですそれでは読んでいきますまずコルクポルトガルなどに生育するコルクガシコルクの木ってことですねの樹脂から作られる主にタイル状に圧縮加工され保温性クッション性に富むそしてポイントですね二次試験で必須の床材です高齢者や乳幼児が利用する場所の転倒時の怪我防止にもなりますということでこのコルクタイルとかよく使うんですけども あのポルトガルっていう言葉もですね一応セットで覚えておくといいんじゃないかなと思いますはい次にリノリウムなんですけどもアマニ油アマニ油に松やヤニコルクコ顔料などを加えてそれをジといわゆる麻ですねの麻の布に塗り固めてシート状やタイル状にしたものということでこちらですね覚えておくのはまあこの何を混ぜて作ったかっていうのも大事なんですけども ポイントの部分ですね。自然素材であるため、有害な物質を発生せず、廃棄するときも焼却がしやすいんです。また、アマニ油には殺菌効果があるため、医療施設の床に採用されることが多いということで、試験ではこの医療施設の床に採用されることが多いっていう部分がですね、割と出るイメージがあるので、そこも同時に覚えておくといいんじゃないかなと思います。はい。では次に床仕上げの丸3ですね。 その他床仕上げ材ということでクッションフロアと服装ビニール床タイルっていう2点を書いたんですがまあクッションフロアはですね一応覚えておいた方がいいかなと思うのですがまあそこまで深掘りしなくてもいいんじゃないかなと思いますでは読んでいきますまずクッションフロア裏打ち材に不織布かビニール層そして中間層に発泡層と印刷の柄ですね そして表面材に透明なビニールを積層したものでこちらクッションフロアというんですけどもまあ皆さんの家庭でもですねクッションフロアよく使われていると思うので、まあ、イメージはしやすいのではないかなと思いますでポイントに関してもですね日常的に使っていれば分かると思うのですがまず対薬品性対摩耗性そして耐水性に優れるので当然掃除はしやすいですねデメリットとしては熱に弱いということですこちらビニールなので弱いということですよね はい次に服装ビニール床タイルなんですけども塩化ビニール樹脂の含有率が30%以上で断面が3層構造になっており先ほどと一緒ですね表面に透明のラミネートシートが貼られているこちらビニール床タイルということでまあポイントは耐薬品性耐摩耗性耐水性に優れ 構成もいいので商業施設などで使われるということなのでまあ上との違いは商業施設などで使われるとかですねそういう点であったりとかあとこの試験においては数字が結構重要なので含有率塩化ビニール樹脂の含有率が30%以上で断面が3層構造というのは先ほどと一緒ですねはいこちらが服装ビニール化タイルの特徴となりますはい、では次に畳ですね畳で置きたいポイントは3つにまとめておきました まずですね、ビンゴ表と琉球表ということで、特に琉球表は出題される可能性が高いです。モダンな和室のインテリアに好まれますということなんですけども、いわゆるですね、畳の減りがあるものとないもので名前が変わるということで、ビンゴ表というのはヘリをつけているもの、そして琉球表、琉球畳とか言うんですけども、減りなしで使用する畳のことですね。 わかりやすいのが柔道場みたいなところもそうだと思うんですけどいわゆるヘリがないい畳を使いますねちょっとあれはインテリアとはかけ離れてるんですけどもまあ琉球畳ということで覚えておきましょう次に畳のヘリの模様ですね平安時代神殿造りにおいて身分の高いものの畳には「雲間模様」の畳が使われたとあるんですけども「雲間べり」とかですねよく言うんですがこの模様に関しても覚えておく必要があります そして最後畳の厚さなんですけども一般的に 55mm 角度 5.5cm と覚えておきましょうこれいずれも出る可能性がありますし過去でも出ていますので覚えておきましょうねはいでは次いきますはい次に石材ですね石材の重要ポイントということでよく出題される2大石材が以下です割とサービス問題ですがその石材に適した仕上げまでをきちんと覚えておきましょうということでよく試験で出るのは えー、下記に書かれている花崗岩三陰石ですねと大理石になりますそれではそれぞれの特徴を読み上げますまず花崗岩は別名三陰石とも呼ばれます花崗岩イコール岩石としての呼ばれ方で三陰石というのは石材としての呼ばれ方になりますなのでこちらイコールなので別のものと思わないようにしておいてくださいそしてこの三陰石イコール花崗岩の特徴なんですけども 対薬品性対摩耗性対衝撃性に優れるので床材などに適しておりますただし耐火性に劣るということなので試験で出る際もですね耐火性に劣るっていうヒントが割と出てくれやすいのでその時はですね三陰石イコール加工岩をピンとくるようにしておきましょうはい次に大理石ですねこちらもサービス問題なんですけども種類が豊富でよく出題されるのがトラバーチン、お肉 ビアンコカララっていう種類があるんですけどもこれらの名前を出してくれることが結構多いのでそれらの名前が出てきたらもうこれは大理石っていう風にですね思っていただくと一応ポイントを読み上げますとこちらは変成岩に分類されこの変成岩も覚えておいた方がいいですね酸アルカリともに弱くてデリケートな性質を持ちますなので屋外とかではなかなか使用ができないということですねはいこの辺も覚えておいてください では次に行きます石材2ということでその他石材こちらですねいくつか重要かなというものをピックアップしたんですけどもまず安山岩ということでこちらは火成岩の一種小松石や鉄平石など産地によって名前もいろいろありますということですね次に凝灰岩こちらは火山から噴出された火山灰が地上や水中に堆積してできた岩石で 大谷石が代表的な名称で耐火性に優れるただし柔らかい石質なのでポロポロと剥がれやすいということでこちら覚えとくのはですね凝灰岩、まあ、字を見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、火山灰が地上や水中に堆積してできた岩石それが大谷石なんですね大谷石もたまに出るんですよそしてこちらは、えー、耐火性に優れるのですが 柔らかい石質なのでポロポロと剥がれやすいといとととうことで割と特徴がしっかりしているので覚えておくといいんじゃないかなと思います最後にテラ像って書いてるものなんですけどもこちらはいわゆる大理石の意味です天然の大理石などを粉砕してモルタルや樹脂で固めた反人工的な素材のことこれテラ像というふうに言いますのでまあ人造大理石で覚えておくといいですよね こちらテラゾっていうのはですねもうほんといろいろ使われていてですね例えばニトリとかに行ってあの植物植えるポットとか見てもらうとテラ像もありますねはいでは次いきます次に石材の仕上げについて石材の仕上げ4種類ということなんですけどもこちらもよく出ますので全て覚えておく必要がありますまず磨き仕上げなんですけども花崗岩と大理石の最も一般的な表面処理方法となります そして磨き仕上げの中には本磨きであったりとか水磨きというものがありますなので試験でですね花崗岩とか大理石の仕上げに関しては問われた場合はですねもう分からなかったら本磨きあるいは水磨きがあった場合はそこに丸つけてもいいんじゃないかなと思います次に割肌仕上げですねこちらは石を割ったままの凹凸が残った状態で仕上げとする方法主に鉄平石や砂岩に多いということですね なのでこちらもですね鉄平石左岸は割肌仕上げというふうに覚えておくといいんじゃないかなと思います次にビシャンたたきの仕上げなんですけどものみなどで平らに削った石をビシャンハンマーと呼ばれる金槌で叩いて均一な凹凸をつける仕上げ主に加工岩かっこ見影石などに使われるということですねそして最後ジェットバーナー仕上げは火に弱い性質を利用して 冷水を噴射しながらバーナーで表面を焼いて粗い凹凸をつける方法主に滑りやすい屋外の床の仕上げに使われるということで先ほど一番上でやったですね本磨きとか水磨きと全く正反対の特徴になりますねジェットバーナーの方は表面を焼いて粗い凹凸をつける方法なので例えば階段とか滑りやすい屋外の床って書いてますけどもそういうところでは 磨き仕上げとかではなくジェットバーナー仕上げっていうのを疑ってみてくださいはいでは次に石材その他ということでその他石材の重要ポイントこちら重要と書いているだけあってよく出題されるところになりますまず石材のサイズですねこちらそこまで出ないんですけど特に決まった規格はないが3 0 0、mm、ミリ角や4 0 0、mm、ミリ角が多いです厚さは12から1 5ミリが 多いといととうことですねまあ厚さの部分だけですね一応で覚えておくのでいいと思います次に床仕上げの石材の貼り方ですねこちらは石材はタイルのように目地を取らないことが多いこれを眠り目地と言いますこの眠りとかですね眠り目地っていう形でよく試験では出題されますので目地を取らないスタイルは眠りというふうに覚えておきましょうそして最後 タイルりりや石の目地3種類ということでまず一、通し目地イコール芋目地こちら名前が2つあるのでちょっと厄介なんですけどもセットで覚える必要があるんですね通し目地イいも目地は、えー、縦横を揃えて貼っていく目地ということでもう素直に縦横、えー、綺麗に整えて貼っていくスタイルになります次に二の破れ目地,かっこ馬踏み目地と読むんですけども こちらは半枚分ずらして貼っていく目地ということで縦横を揃えない目地なんですねでは次にレンガタイルの故障呼び方ですねについてなんですがレンガとタイルはまず故障から覚えるということでまずサイズと呼び名から覚えちゃいましょうではまず普通レンガのサイズですがこちらは 210×100×60mm でこれをおマというふうに 言いますそして縦半分にカットされた大きさのものを羊羹と呼びますはいとてもややこしいんですけども 210×100×60 っていうサイズが標準サイズでお生といってその縦半分にカットしたものを羊羹と呼びますこれがレンガでの故障になります。そしてて次ににタイルについてですが 内装用のインテリアタイルは100角とか1 5 0ミリ角などの正方形が多いんですけどもこの試験で注意したいのが外装用のタイルのことですそれどういうことかと言いますと小口平とか2丁掛け3丁掛けモザイクモザイクタイルとかよく言いますけどもこういうものがいろいろあるんですねサイズを覚えるということももちろん大事なんですけどもまずは故障と呼び方と目地ですね先ほども 出てきましたけども、イモネジとかですね。その辺の目地をしっかり覚えるっていうことから始めてみるのがいいんじゃないかと思います。では、次に行きます。はい、壁の仕上げですね。左官仕上げで特に重要なものということで、まず代表的なですね。漆喰塗りと珪藻土塗り、それにプラスアルファの補足で土塗り壁というものも入れておきました。では、漆喰塗りと珪藻土塗り。 知らないいい方もいると思いますすのでちょっと説明していきますまず漆喰というのはですね小石灰にのりとかスサというものを混ぜ合わせて水で練り合わせたものを小手で塗っていく手法になりますでポイントはですね、えー、後ほど出てくる珪藻土もそうなんですけども漆喰珪藻土ともに調湿効果を持つっていうことを覚えておきましょうはい次に珪藻土塗りなんですけども 珪藻土っていうのは、いわゆる海の藻ですね。藻類の一種である珪藻の殻。ちょっとややこしいんですけども、いわゆる植物プランクトンの死んだ殻の化石よりなる堆積物であるということですね。すごいややこしいんですけども、漆喰と珪藻土ってなんか似てるイメージ持つと思うんですが、全然実際は違うものなんですね。そして、まあ、そのいわゆるプランクトンの死んだ殻の化石、 のの堆積物を練ったものですねそれらをコテで塗る手法ということでまあ実際内容物が違うということを覚えておきましょうそして最後に土塗り壁ということでこちらは土を使用して仕上げられる壁の総称ですねでまあそこの部分はもう言葉の通りなんですが重要なのは京壁とか樹落壁大津壁これら3点の名前だけ覚えておけばいいと思いますはいでは次いきます 次に壁紙仕上げですね、はい、読み上げますと壁紙はビニール壁紙織物壁紙紙壁紙そして木質系壁紙など多数ありますがすごい言いにくいんですけども織物壁紙の特徴をしっかり覚えておきましょうということで具体的には平織とかですね綾織シュス織という名前が教科書の中にテキストの中に出てきますので これらの特徴をままず覚えておきましょうそして壁紙の分野では積算方法いわゆるまあ代金の出し方請求の仕方ですよね、はい、についても覚えておく必要があってですねまず1壁紙は一般的に1平方メートル当たりの材料プラス工賃を単価として算出しますそして2壁紙はロス分も考慮するので施工面積に 10から15%のロスを見込んだ数量をかけて総工事費というものを決定します。これ結構重要なんですね。試験に出たことも当然あります。で、ポイントとして特に柄物の場合は絵柄を揃える必要上多くのロスを見込むことが必要であるということですね。こちらですね、壁紙を実際に DIY とかで貼ったことある方であれば分かると思うんですけども 壁の面積分壁紙を買ったとしても割とですね余裕を持って一旦貼っていくので,でそしてはみ出た分を最後にカットするんですねあの壁紙というものはなので実際に貼る壁の面積以上の壁紙が必要になってくるということを覚えておいていただいてそれが10%から15%程度ですよってことですね さらに柄物の場合は絵柄を合わせる都合がありますのでそういう意味でも多めにロス分は見込んでおきましょうねっていうポイントですねはいでは次いきます石膏ボードの特性ということで石膏ボードについてのポイントまず石膏ボードの厚さですねこちらは9 5ミリでは純不燃材料で1 2 5ミリの方は完璧な不燃材料になってこちらは実須規格ですそして 高ボードのサイズは 910×1820mm が一般的なものですね。はい、で、9.5mm の純不燃材に関しては、軽量化を図るために、主に天井などで多く用いられます。当然壁,壁でも使われるんですけども、はい、一応この辺補足で覚えておきましょう。では次ですね。塗料の種類と特徴ということで、塗料の種類、えー、重要順に解説しますということですが、まず覚えておきたいのは、 合成樹脂エマルションペイント1種こちら AEP というものと次2種の方ですね合成樹脂エマルションペイント2種 EP というものですねこちらはですねほんと試験によく出ますのできちんと覚えておきましょうでは読み上げますまず AEP の方ですね1種の方ですが一般的に水性アクリル系エマルションペイントと呼ばれるもので 耐候性、対摩耗性に優れて、水滴を生じるような場所にも適しているということで、次に2種の方ですね。EP の方なんですが、一般的に水性エマルションペイントと呼ばれるもので、室内の天井や壁の塗料として広く使われているということなんですね。まあ、ほぼ同じようなものなんですけども、まあ、1種の方は、まあ、水滴を生じるような場所にも適しているということで、2種の水性エマルションペイント、 EP の方がやや、えー、水には弱いといとうイメージですねほぼ一緒なんですけども、えー、この AEP の一種の方もアクリル系とは書いていますが水性ペイントなのでこちらはどちらも水性ですねはいではポイントですがエマルションペイントは安価でどちらも水性ペイントなので安全かつ無害というのが特徴ですこちらも試験に出る際はこういうポイントに今書かれている部分が、えー、実際書かれていることも多いので 結構ヒントとなると思います。では次いきます。塗料の種類と特徴丸2ということで、次はウレタンワニスとクリアラッカーですねで。まずウレタンワニスなんですが、ワニスというのはニスのことですね、いわゆる。こちら説明します。あらかじめ調合された1液型と塗料プラス硬化剤を混合して使う2液型があります。 そして硬化後固まった後の塗膜というのは硬くて耐水や耐摩耗性に優れるので木製の床であったりとか家具カウンターなどの塗装に使われます次にクリアラッカーなんですけどもラッカーをシンナーで溶かしてそれをスプレー塗りするものですこちらは透明な仕上げが得られて木工家具などの塗装に適しているということで こちらですねハケ塗りは下の層下層を溶かすので熟練を要するということで補足しておきますそれでは次いきます塗料の種類と特徴丸3ということでオイルステインとオイルフィニッシュですねこちら名前は似ているんですけども区別して覚えておきますまずオイルステインですねステインとはいわゆるシみとか汚れを意味する言葉なんですけども木工の塗装では着色するということを指します 浸透力に優れていて木目を活かしながら着色できるのですがオイルステインは保護する役目はないんですねその木材塗った木材の保護の役目はありませんなので保護をしたい場合はステインの上からワックスとかニスなどを塗る必要がありますとのことです次にオイルフィニッシュですけどもオイルフィニッシュは刷毛塗りをした後に布などですり込みつつ拭き取って仕上げるもの そして乾燥後は硬化、固まることから耐久性や防汚性にも優れる。ただし、えー、硬化性はニスを塗るよりは劣りますよということで、オイルフィニッシュはですね、一回もう塗ってしまって、要は拭き取った後は固まるんですけども、ちょっと乾燥するのを待てば、もう耐久性や防汚性にも優れるという。言ってみたらもうこのオイルフィニッシュっていうふうに書いてる通り、もうフィニッシュできるんですね。一回塗ってしまえば。 はい、ただし効果性ははニスには劣りますすとということです次塗料の種類と特徴丸4なんですが天然塗料ですねまず3つ書きましたがまあ出てもですね大体は分かるんじゃないかなと思いますが一応読み上げます「漆と菓子臭と渋柿」ですけども天然樹脂塗料の代表的なもので漆の木の樹液が主成分である主に高級家具や美術工芸品に使われ光沢があり美しい。 ただし耐性は良くないといととうことですね次にカシューは漆によく似た成分の塗料で内装や大型家具に使われる漆ほどの硬さや光沢はないが乾燥が早いので現場で塗ることができるただし漆と同様に耐光性は良くない最後に渋柿漆と同様に日本の伝統的な塗料で古くから防腐剤として使われてきたベンガラなどの染料を混ぜて他の色を作ることができるということですね。 はいまあ天然塗料に関しては出たらおそらくわかると思いますなのでそこまで深掘りをしなくていいと思いますので先ほどやったですねオイルステインとオイルフィニッシュの違いであったりとか AEP と EP の違いなんかですねその辺の方が大事なのでしっかりと覚えておきましょうはいでは第6章丸4ここまでとなりますがいかがだったでしょうかはいそれでは今回の動画第7章丸1の目次なんですけどもまず1屋外の環境について 丸2熱に関して重要なこと丸3断熱と湿度について丸4換気と痛風について 5F4 スターについてということで補足なんですが第7章は活字で理解しにくいことも多いと思いますあまり固執しすぎずにテキストに書いている文章で丸暗記してしまうくらいがいいかもしれませんということで先ほど言った通りですねでは講義入っていきますまず屋外の環境についてですね 屋外環境の重要ポイントについてこちら3点書いているのですがいずれもですね試験には出たことがあるものなので必ず覚えておいてくださいまず日本の北緯に関してなんですけども緯度とかって昔習ったと思うんですがそれですね札幌は43度のところにありますよ東京は35度ですよ那覇は26度ですよと書いているのですが基本ですね東京の35度だけを覚えておいて あとは万が一試験で札幌が問われた場合なんかはその東京のですね35度というものに約10を足せば札幌43度なのでそしてさらに東京の35度から10を引けば約那覇の26度になりますよねなので東京35度だけ覚えておけばいいと思います次に風配図というものですけどもある地点のある期間における 各方位の風向き及び風速の頻度を表した図なんですけどもこちらは夏の通風性能を検討するために対象地域の風配図が用いられることがあると書いているのですがこの斜線の部分がですね試験で出るのであれば注意しておく部分になりますそして最後赤字で書いているのですが日照率ですねこれ言葉で説明しろって言われたら難しいと思うのですが読み上げます 実際に日照が得られた時間である日照時間を日の出から日没までの時間を意味する過小時間で割った値であるということなんですね、まあ、この時点で意味がわからないよという方はもうこの言葉自体を覚えてしまうしかありませんなので今回斜線引いている日照時間を過小時間で割った値とかですね覚えておくことが重要です では次にいきます。次に熱の性質ですね。熱の伝わり方について3種類ということで、まず1ですね。こちら重要なので1ページにしたのですが、電動という言葉と伝達という言葉の違いはこれまず皆さんご存知でしょうか括弧で書いていますが、電動と伝達はいわゆるまあ仲間として覚えてしまいましょうということですね。 では1個ずつ解説しますと電動の方ですね例えば熱電動っていうのはスプーンの先端を湯に浸しますそうすると柄の方までそのうち熱くなってきますねこれは物体内部で熱が伝わっているんですねスプーンの先端から柄の方まで熱くなっているということですからねなのでこれを熱電動と言いますスプーンの熱の移動のことですそして伝達とは何かと言いますと 別々な2つの物質の間で熱が伝わっていく現象ということでこれ言葉でちょっとわかりにくいと思うのですがいわゆるちょっと例を出してみました暖房器具を使った時暖房を引いた風で出てきますね暖かい空気が出てきて温められた空気部屋の空気が建物の壁室内の壁に当たって空気から壁へと熱が移動するような状態のことを伝達ということで 別々の2つの物質の間で熱が伝わっていく現象ということです。はい。まずこちら理解した上で次に進みます。はい。次に丸に対流ですね。対流はイメージしやすいかなと思うのですが、こちら、えー、夜間で湯を沸かしたときに、加熱するのは当然底のみですよね。夜間の底のみなんですけど、それでも内部の湯温というものは全体的に上昇していきます。それは温められたお湯が上に移動して、 代わりに上にある冷たい水が下に移動してくるっていう現象ですねこれを対流というんですけどもちなみにこれを自然対流において冬に起こる現象をコールドドラフトと言って書いてるんですけどもこちらは冬なんかに窓付近で冷やされた空気というものが当然重いので下に降りてきて足元を冷たい空気が流れる現象こちらコールドドラフトと言います 試験でもサービス問題としてよく出ますので注意が必要ですそして1点補足もついているのですが室内を均一の温度とする場合はこちら扇風機などで空気を攪拌してあげるとえ室内の空気温度を一定とすることができますこれを強制対流と言います最後丸三ですね放射これ副射とも読むんですけども物の熱が電磁波という状態で放出され 離れたところに熱が伝わる現象ということでこちらも言葉だけでは意味がわかりにくいかと思うのですがわかりやすく言いますと、えー、副写式の暖房器具なんですけどもさらに具体的に言いますと床暖房であったりとかオイルヒーターなどで赤外線を放出して壁や床などを温めて室内を温める風の出ない暖房器具のことですね。床暖房が一番わかかりやすすいいいんじゃないかなと思います ははいそれでは次いきます次に室内の熱環境ということなんですけども室内の熱環境は屋外の気温や日射の影響と室内における人やその他の熱源からの発熱によって左右されるこれも当たり前のことを言ってますねその対策について下記に示しますとのことなんですがまずはですね断熱性と気密性のお話をしたいと思うのですが。 平成15年に建築基準法によって導入されたシックハウス対策換気基準というものがあってですねそれにより機械換気によって一定の換気量が定められましたまた外気の影響を受けにくくするためには寒流熱量もう字の書いてごとく貫いて入ってくる熱量を小さくする必要がありますそのためには各部の断熱を良くしなければならないということですね まあ、よく落ち着いて読めばですね、意味は全てわかると思うのですが続いて次読みますね熱容量に関してですけどもコンクリート壁のように熱しにくく冷めにくいという場合は一旦壁自体が熱を吸収するとこれを放出するのにですね熱を放出するのに時間がかかりますよとこれは壁が大量の熱を蓄えることができるためで熱容量が大きいという表現をしますと。 そういういことですねまあ、この辺は読んで理解できるかと思います。はいでは次行きましょう。はい今読んだ部分の補足なんですけども、鉄筋コンクリート像の確認ですね。コンクリート壁の断熱性や熱容量に関してなんですが、この辺試験出る可能性ありますので、聞いてみてくださいはい。まず、コンクリートの断熱性についてですね、これ断熱性あるように思われがちなんですけども、コンクリート壁、実は断熱性というものはよくありません。 その理由としてコンクリートは木などと比較しても熱伝導率が高いからですねつまり熱を通しやすいイコール熱をどんどん逃がしてしまうことから断熱性が低いと言えますねそして次にコンクリートの熱容量についてなんですがコンクリートは熱容量は大きいんですね断熱性はないですけども熱容量は大きいです 熱をたくさん取り込むので夏場の屋根に接した部屋や西日を受ける壁を持つ部屋では夜になると非常に暑くなりますそれは昼間コンクリートの中に取り込んだ熱を放出するからということですねはい私自身もですね以前賃貸で最上階に一応住んでたことがあるんですけどもその時ですね夏場はですねもうとっても暑いんですねその代わり冬はですねあの暖かいです はい、なのでまあ一長一短ではあるのですがまさに書いている通りですね断熱性は熱伝導率が高いので、えー、よくありませんがコンクリートの熱容量は大きいということですねこの辺をきちんと覚えておきましょうはいでは次いきます建物の断熱材なんですけども建物の壁屋根床などには断熱材を用いて熱抵抗を大きくすると書いています そして熱伝導率が低いということは当然断熱性がそれには高い家ですよって言えますよね、はい、で断熱材の種類なんですけどもこちらも試験で問われる可能性があるので一応ですね5点書いておきましたその5点を今から申し上げますまずグラスウールそしてロックウールそしてポリスチレンフォームそして硬質ウレタンフォーム最後にセルロースファイバーですね はい、こちら、意味はですね、一応、カッコで書いている部分を読んでいただけたらと思うのですが、まあ、グラスウールやロックウールですね、そして吹き付け、断熱とかによく使われるんですけども、セルロースファイバー、新聞紙や段ボール、おかくずなどの天然木質系原料を綿状にしたものということで、この辺はですね、注意して勉強しておいた方がいいと思います。では、次いきます。日射の遮蔽についてですね、日射の遮蔽が大事な理由なんですけども、 太陽から地表に到達する日射量というのは季節や時刻によって当然異なります夏季夏場は太陽高度が高く南向きからはあまり日差しは差し込みませんただし特に屋根面への日射量は大きいのでその影響というものは大きいですよとコンクリートのように壁や屋根の熱容量が大きい場合というのは 日射を受けてから2,3時間ほど遅れて室内に放出されるということでつまり夕方から夜にかけて非常に熱く感じる特徴がありますということですなのでなるべくならまあ熱く感じないために、えー、直射日光を防ぎましょうということなんですけどもまず大事な、えー、言葉があるので説明します窓面に入ってくる全日射量に対して室内に実際に入ってくる熱量の 火を日射侵入率と呼びますこちらも意味わからないよという方はこの言葉だけしっかり覚えておきましょうそして窓の日射遮蔽対策としては例えば窓の上に日差しそしてオーニングであったりルーバー各種ブラインドなどで防ぎましょうということですね、まあ、この辺も割と当たり前のことなので試験で出ても選べるんじゃないかなと思いますはいでは次いきますはい次に湿度についてですね 今この動画を撮っている7月も梅雨時期なんですけどもとても今年も湿気が多いですよねはいそして2種類の湿度についてまず覚える必要がありますそれは相対湿度というものと絶対湿度というものなのですがまず読み上げます相対湿度からですねはいまず例で書いてみました現在部屋にいるとしていますねこの部屋の空気中に含むことができる最大の水蒸気量 それを 100%, と例えます100に対して実際にこの部屋の空気に含んでいる水蒸気量の割合のこといわゆる私たちがよく使うで表すものですよということなんですがつまりこの空間が含むことのできる水蒸気の許容量100に対して今現在湿度どれくらいなのかなっていう何程度の水分が含まれているかの割合これを相対湿度と言います。 普段私たちがテレビで見たり聞いたりするような湿度70%とかですねそういうものは相対湿度のことを言っています次に絶対湿度というものはですねこちらもすごい具体的なんですけども1立方メートルの空気中に含まれている水蒸気量そのものつまり相対湿度とは違って飽和水蒸気量に対しての割合さっきのパーセンテージ割合ではなく 実際に空気中に含まれている水分量これ括弧グラムなんですねそれを表していますとのことで1立方メートルというのは一辺が1メートルの立方体の空間ですねそこに含まれている水蒸気量をグラムで表したものを絶対実度と言いますはいまずこの2点を知った上で次に進みますはい次結露ですね結露についてまず結露の起こり方をちょっと説明しようと思うのですが 水蒸気気を含んだ空気これいわゆるです、ね、私たちが普段空気って呼んでいるものですね今ここにある空気の温度を下げていくと湿度というものは上昇してきますそしてやがてこれ以上水蒸気を含むことがもうできませんという飽和状態に空気がなっていくんですねそれはつまり湿度100%ということなんですけどもでこの温度のことをですね湿度100%に達した時のこの温度のことを露天温度と言います まずここまで大丈夫でしょうかそしてこの露天温度を過ぎてもさらに温度を下げていくと余った水蒸気が凝縮して水滴になってこれを結露と私たちは言っていますただし逆に温度を上げていくとですね暖房をつけたりして温度を上げていくと相対湿度いわゆる湿度パーセンテージは低下していきますということですはいわかりますでしょうか なので冬場の窓際窓ってすごい冷たい状態になっているのでそこに空気中の水蒸気が触れて水滴に変わっていくということですねはいまずここでピンとこない方は他の例えもちょっと用意してみましたので読み上げますえこちらレストランとか行くと、まあ、氷水とかよく出てくると思うのですが氷水が入った冷えたコップに空気中の水蒸気が触れるとその水蒸気というのは冷やされて水分となります これコップが結構濡れますよね、時間経つと。はい、これも結露の一種ということです。いかがでしょうか。では次行いきます。次に、温熱の指標についてということなのですが、こちらですね、作用温度と予測平均、温冷感申告、そして最後、新有効温度と3点書いているのですが、インテリアコーディネーターハンドブックのですね、参考という書いている欄に、これ書かれているものなんですね。 で、右側に補足していますが、理解自体が難しい内容なので、こちら省略してもいいんじゃないかなと思いますとのことですが、もし余裕のある方はですね、当然覚えておいた方がいいと思います。というのもですね、これらが答えになることもあるのですが、違う答えがあったとして、そのうちの3択、ほとんど3択問題ですから、これら作用温度とかですね、予測平均温冷感申告とか、新有効温度、 出てくる可能性は全然あるのでその時にこれ何だってならないためにも余裕があるのであれば一応見ておいた方がいいです。でさらに付け加えますとこのハンドブックの中に参考という欄はですねいっぱい出てきてるんですね。もう上巻下巻どっちもいっぱい出てくるのですがその範囲もですねよく試験には出てくるので。 もうメインの場所だけ読んで、補足の部分は読まないというのはもったいないですから、せっかくハンドブック買っているので、必ず参考のところも目を通して、大事なですね、もう何々であるとか断定されている場所は必ずマーキングをしておいて、パッと見たときにあ、こういうこと書いてたなっていうのが分かるようにしておくことがおすすめです。はい、ここは余裕のある方が勉強してみてください。では次いきます。はい、次に換気と通風ですね。室内空気の汚染源についてです。 そして補足ですが2020年度の2次試験論文のテーマでこちら出題がされましたということで内容入っていきますと居室の空気はさまざまな原因で汚染されており気密性能を高めた建物では適切な換気対策が必要であるということですねまあ換気って最近よく言われますよね、はい、では2点読んでいきますまず室内空気の汚染状態を示す目安ですね これ何を目安にしているかというと二酸化炭素濃度が用いられますそして二酸化炭素濃度の許容濃度はこの室内空気全体空気の0.1%程度となりますこちらも合わせて覚えておいてくださいそして次に皆さんが間違えがちな、えー、揮発性有機化合物についてなんですけどもこちら家具などからもですね揮発します そして重要なのが VOC というものと VVOC というものなんですがまず VOC の説明をします揮発性有機化合物のことなんですけども具体的にはトルエンというものやキシレンとかエチルベンゼンというものが該当します次に VVOC という方は高揮発性より揮発しやすいんですね有機化合物かっこで特に揮発しやすいって書いてますが こちらはホルムアルデヒドとなっていますので VOC イコールホルムアルデヒドではないのでその辺注意が必要です試験で VOC が出た場合はおそらく3択の中にホルムアルデヒドも入ってくると思うんですがその他にですね、トルエンとかキシエンエチルベンゼンがあったらそちらを選ぶようにしてくださいでは次いきます必要な換気量についてですね居室の必要換気量ということで 一般の場合の在室者が1人当たりの必要換気量というのは約30立方メートルアワーですね1時間に約30立方メートルの空気の入れ替えをしてくださいよということでこの30立方メートルいまいちピンとこない方も多いと思うのでちょっと解説しますと例えばなんですけども30立方メートルの空間とは縦が5メートル横3メートルそして 高さが 2m の居室空間となりますつまりは1時間にこの空間の空気を入れ替えするだけの換気というものが必要ということですねはいそれでは次いきますが開放型燃焼器具ココンロストーブファンヒーターなどと書いていますがこの燃焼器具に関してはですね細かくは後の動画でまだ出てきますのでその時に詳しく説明しようと思います、はい 今説明するのはです建築基準法では開放型燃焼器具を使用する場合発熱量 1.0kWh あたり40立方メートル程度以上の換気を要求しているということですなので長時間の使用が見込まれる場合は煙突のついた半密閉型であったりとかそもそも密閉型の燃焼器具というものを用いることが望ましいですよということで こちらもですね、意味が分かりにくかったら、もう発熱量 1.0kWh あたり40立方メートル程度以上の換気を要求しているということだけ覚えておけばいいと思います。はい、次に自然換気に関してですね、自然換気2種と書いていますが、それぞれ大事な部分を覚えていきましょうとのことで、まずその2種類というのが、風力換気というものと温度差換気というものになります。こちらもですね、よく試験では出ますので、 きちんとあの言葉を覚えておきましょうそれでは風力換気の説明からですが外部風による自然換気を風力換気と呼びますそしてここから難しいのですが換気量は風上風下風圧差の平方根に比例し圧力差は外部風速の地上に比例するしたがって開口部の開放面積というものと 外部風速に比例しますすよとということですはいこちらも意味がわからないと思うんですね、えー、昔中学校ぐらいですよねこの平方根習ったと思うんですけどもその平方根の意味を知っていても何か更に比例し圧力差は外部風速の事情に比例するとか、まあ、簡単だと思う人は簡単だと思うんですけども難しい人は多分すごい難しいと思うんですねなので従って 開口部の開放面積と外部風速に比例するというところをですね。しっかり覚えておいていただければいいと思いますが、赤字で書いたですね。平方公に比例しとか外部風速の地上に比例するっていう部分が出る可能性も非常に高いのでそこも合わせて覚えておいてください。はい、そして次に温度差換気なんですが、暖かい空気は上昇します。これは当然ですね。そして逆に冷たい空気は下降する。 これらの特性を利用する換気のことを温度差換気と言いますそして具体的には部屋の下部に開口部を設けると外から室内に向かってくる圧力っていうのが作用して逆に部屋の上部上の方に開口部を作った場合は室内から室外に向かう圧力というものが作用するんですねはいそしてこの場合の換気量というものは 開口面積実際に空いている面積の他に吸気口と排気口の高さの差ですねどれだけの高さ何 cm あるのかっていうことの平方根と内外室内と室外の温度差の平方根に比例するということですね、うん、とても難しいですよね説明がなのでまあ比例するという言葉と平方根よく出てきますのでもうこの辺はもう 必要以上にですねもう深掘りせずに言葉で覚えてしまった方が気楽なのではないかなと思いますはいでは次いきますはい次に F4 スターですねまず F4 スターとは JISJAS では建材のホルムアルデヒド発散速度に応じたラベリング表示というものを実施しており最も発散が少ない建材を星の数で表記していますということでこちらですね星4つが一番よくて次に星3つ さらに少ないいほど良くななのでなるべく星4つのものを使いましょうということですねそして内装仕上げ材であったりとか天井裏の建材にはこの星4つのものを使用することで基本的にホルムアルデヒドによる居室の空気汚染対策をしたとみなされますただしこのような場合でも居住者自らがです、ね、家具とか持ち込んできますからそれらの発散が考えられますので住宅などの居室では 換気回数は1時間に0.5回に相当する機械換気対策というものを講じなければなりませんこの試験では本当機械換気よく出てきますので注意が必要ですねはいということです第7章いかがだったでしょうかはいまず今回の動画の目次ですけども丸1音環境について丸2光環境について丸3日照についてということで 補足はですね似たような意味の言葉がたくさん出てきます試験でも遮音や急音など紛らわしい部分をついてきますここを確実に取れるかで差がつきますよということですねまあ、例で遮音と急音出しましたけども他にももっとたくさんややこしいこといっぱいありますので少しずつ覚えていきましょうはい、さらにですね難しい計算式なんかもですねハンドブックにはたくさん載っているんですけどもこちらはですね無理に覚えなくていいかと思います はいそれでは早速入っていきます。まずは音の性質からですね、音に関して覚えておくことということで、音圧や周波数などの言葉と単位ですね、表記、そしてハンドブックに書かれている基準値など覚えておくのが重要です。基本的に数字が出てきたらですね、注意して覚えておきましょう。ということで、まず2点説明します。まずは音圧ですね。 音圧は空気振動によって生じる波動現象のこと単位は気圧と同じパスカルというものを使いますよとただしちょっと次補足しますね音圧レベルはデシベルで覚えておきましょうということでこちら次のページでもちょっと補足で解説をします次に周波数ですねこちらは皆さん聞きなじみあると思うんですが1秒間に繰り返される音の波の回数のことです 単位は、Hz、を用いますということで人間の過聴音過聴音域というものは20から2万、Hz、ですということですね。この20から2万ヘルツというのは違う分野でも出てきたと思うのですけども22なので割と覚えやすいんじゃないかなと思いますそして特に人の感度がいいと言われている場所は3500から4000ヘルツ付近と言われておりますはい、さらに1点補足ですね周波数が大きい音ってい音うのは、 高音ですね高い音として認識されて周波数が小さい音は低い音として聞こえますということですねでは次のページでデシベルとパスカルについてですねはいパスカルとデシベルの違いということなのですが一般的によくデシベル聞くと思うんですけども説明しますね音の大きさかっこ圧力を表す物理量は一般的にパスカルという単位を使用して 音圧レベルではデシベルを使用するということですねなのでこの試験では主にデシベルがほぼ出ると思うんですけども一般的にパスカルでなくデシベルを使用する理由はパスカル表示が非常に分かりにくいことによりますデシベルは人の耳に聞こえる感覚量と 体数が比例することにより分かりやすさという面からも使用されているということなんですがこの文章自体ちょっと意味が分かりにくいと思うのでちょっと下見ますね人間の耳で聞くことのできる音圧というのはパスカル表記で言いますと0.0002パスカルから20パスカルというですね数字的にとてもややこしい不便なものになるので なので、それだったらもっとわかりやすいデシベル表記にしましょうよということで、音圧レベルをデシベルで表すようになっています。ということで、ここは別に深くあの覚える必要ないので、全然飛ばしちゃってください。では、次いきます。はい、次参考ということで、音に関してこれよく出題されますということなのですが、よく出題される文章をちょっと申し上げますね。音はある空間中の1点から各方向に発される場合、 音の強さは音源からの距離の事情に反比例して減少するということですねつまり距離が倍になれば音の聞こえる強さというものは4分の1になりますよということですねこれよく出題されます下に2点まとめてみました、えー、音は距離の事情に反比例して減少するということと音の強さは 距離が倍になれば4分の1の大きさになるということですねはいこちら重要なので覚えておきましょうはいでは次行きますマスキングとカクテルパーティー効果ということなんですけれどもこちらの2つの単語もですね本当によく出ますということで騒音に関してなんですね はい、そもそも騒音とは各種の音不規則な多くの周波数の音が入り交じっている状態でそれを私たちは深いと感じます。はい、でこの2種類解説しますねまずマスキングというものなんですけどもこちらは騒音などにより会話などが妨害されること。で具体例としてミュージシャンの誰かのライブに行ったら隣同士知り合いでの会話ってこれできなくなりますよね。 なのでこういいった事象をマスキングと言いますそして次にカクテルパーティー効果なんですけどもこちらは騒音の中に置かれていても着目している音だけを聞き分ける能力ということでこれをですね選択的聴取能力というんですけどもこれ具体例はそこそこ騒がしい空間でも誰かが自分の名前を出したりすると耳に入ってきますよね。なのででそういった事象です さすがにミュージシャンのライブとかはちょっときついと思うんですけど、まあ実際パーティーとか行ったらいろんな人が会話していて、まあガヤガヤしているんですけども、そこでまあ私でしたら、ポールがなんとかなんとかって誰かが話していたらふって振り向きますよね。なのでこういうのをカクテルパーティー効果と言います。はい、これらはよく出題されます。では次行きましょう。はい、室内の音環境ということで、一番最初、目次でも申し上げましたが、遮音と吸音についてですね、室外であったり、 上階隣室などの生活音や騒音を防ぐためには当然床や壁で音を遮らなければなりませんね。そしてその遮音性能というのは「透過損失 TL」というもので表してこちら単位はデシベルで表しますということなんですけども、はい、0日損失というのは入射音入ってくる音が壁を通過する過程で どれだけエネルギーが減衰するかを表していて大きいほど遮音性能が高いということを表していますで例なんですけどもコンクリート壁は当然遮音性能高いですよね逆にふすまなどは遮音性能がこれ低いと言えますまあこれ字の書いて通り音も遮るということでまあ分かりやすいかなと思うんですけども続いて吸音ですね吸音なんですけども こちらは音楽やってる方とかはあの分かると思うのですが部屋の中で出た音が壁とか天井に当たって強く反響することがないよう適度に音を吸収する必要がありますこれによって会話であったりとか、まあ、音楽ですねが聞き取りやすくなりますよということで「吸音音を吸ってあげるんですね」はい、でこちらはですね「吸音率」という言葉を使うのですが 例えばある壁に音が入っていくと透過する音と吸収される音そして壁によって反射される音に分かれますそのうち透過、要はすり抜ける音と、えー、吸収された音のエネルギーの比率のことですねまた高周波音の方が音の吸収率が高くて低周波の方が吸収率が低いということですね なので、重低音の音を例えば隣の部屋とかで流されるとものすごい響いてきますよね、自分の部屋まで。なので、そういう意味で低周波の方が吸収率が低い、要は悪いということですね。はい、これ、吸音です。では次いきます。はい、次、コインシデンス効果と残響ということで、ちょっとこれ難しいんですが、えコインシデンス効果というものがあります。こちらはですね、前のページでも書いたように、 高周波音の方が吸収率というものは高くなるんですけども高音側で防音性能が低くなる現象が起こるということなんですがこれそもそもちょっと文章意味わからないですよねちょっと補足で具体例を出してみるのですがこちら目に見えるものではないんですけども音がですね薄い壁とかに当たるとですね当然振動するんですねでその振動しているところがですね例えるならば 熱いお茶を飲むときに、まあ、ふーってあの口から熱いお茶に風を送るとお茶の水面にさざ波みたいなので音と壁の関係でもですね実は同じようなことが起こっていてその過程で透過損失というものが著しく低下する現象というのが起こっているんですね。 これをまあコインシデンス効果とか言うのですが、まあ、ちょっと気になるなという方はいろいろ調べてみるといいと思います一応本にもこれ載っていますはい次に残響ですね残響は音源が発音を停止した後も音が響いて聞こえる検証もそのままですねで音の響き具合を示すのに残響時間という指標が使われるのですがこちらだけ注意です残響時間というのは 音源が発音をやめてから要は音楽流すのをやめてから残響音が 60dB 減衰するまでの時間を言いますということでこの残響音が 60dB 減衰するというですねこの部分は非常に出やすいので注意が必要ですはい、では次いきましょうはい、次は光環境ということでちょっと話が変わってきます はい、2つの証明の機能とプルキンエ現象についてということなんですがまずはじめに2つの証明の機能ですねこちらハンドブックにも書かれているのですが名刺証明雰囲気証明というものに分けられて、えー、前者の名刺証明は試作業目を使う,使う作業を効率的かつ安全に作業するため証明に要求される機能ですねそして雰囲気証明後者の方は快適性であったりとか意匠性 安静などののののための証明の役割のことですということでこちらはですね試験でいきなり出ても全然問題ないんじゃないかなと思いますはい次ですね重要なのはプルキンエ現象ですけどもこちら暗がり暗いところでは皮脂感度は波長の短い青色側にずれるので青みがかったものは明るく見えて波長の長い逆のものですね赤っていうものは暗く見えますと。 このような現象をプルキンエ現象というのですが、まあ、具体的にはですね、もう夜に散歩する機会などがあれば例えば花壇などの花を見てもらうと分かると思うんですけど、まあ、街灯ががっつりあるところでは意味ないのですがあの花びらを見ると赤い花びらの場合ですね、結構黒く見えてしまってもう全然色をです、ね、見極められませんということでこのような現象をプルキンエ現象と言います。まあ、ここのの試験、ななんんちゃら現象は非常に多いでで覚えること大変なんですけども、 頑張っててて覚えてみてください、はいでははで次いきます次に高速です、ね、光の束と書くんですけどもここからですねちょっと説明が非常に難しいので、まあ、分からない部分もあるかなとは思うのですが、まあ、なるべく、えー、噛み砕いて分かりやすいようにちょっと説明をしてみますまず光速なんですけども光源が放出する可視光線人の目に見える光線の総量でありこれは光の矢である。 光の矢って例えられますそして、高速の数ですね、何本矢が出ているのかをルーメンという単位でこちら表しますということで、単位は右上に書いてますが、ルーメンですね。はいそして、ポイントがですね、まずあのシャワーをイメージしていただいたらいいと思うんですけども、まず蛇口をひねるとシャワーヘッドから多量の水が出てくるイメージをします。そして、水が放出されるシャワーヘッドの部分がいわゆる。 光源ですね電球と思っていただいてそしてシャワーヘッドから実際に出てくる水が高速というように置き換えることができますなのでシャワーで言うならば穴の数だけ水が当然出てくるんですけどもこれらの水の一つ一つの矢の束をルーメンで表すとこれが高速となりますまあちょっと分かんなくなったらですねシャワーをイメージしてみましょうということですでは次いきます 次にコードですね。コードはまず初めに言っておきますが単位はカンデラというもので表します。はいではコードの説明ですけども光源からある一定の方向への光の量を表すものということで括弧で単位立体格とか書いていますが今その部分は気にしなくて OK です。はいそしてちなみに光源からえ例えば電球で言うと全方向に光が 照射されていたとしても各方向への高速の量っていうのは違うのでその方向によって高度は違ってきますよという結構ややこしいこと書いているのですがまあ、そこはまあ100%理解してなくても OK ですポイントの部分で解説しますねはい、今回は懐中電灯を例にとってみます 懐中電灯はそこまで実は高速が大きくないんですがその割には明るく局所的に照らすことができますよねそれはですね反射板などを使って各方向例えば横とかに行く高速たちも集めて一定方向に光を放っているからなんですねそしてこの懐中電灯が光を放っている部分というのは懐中電灯から見るとこう円錐型に あの光が広がっていくと思うんですけどもこの中の高速光の束の密度を表すものをこちらコードというとはい結構ややこしいんですけどもまあコードだったっけなと思った時にはですね一旦懐中電灯をイメージしてみるといいのではないでしょうかはいでは次いきます次は照度ですね照度についてなのですがまず単位はこちらルクスというものを使いますはいでは解説ですが 光源自体のこれ明るさの度合いではなくて単位面積あたりに入射する高速高速いっぱい出てきますねつまり照らされた場所の明るさをこちら指しますよということですねちなみに1平方メートルの広さにおいて1ルクスの照度を確保したい場合は1ルーメンの光源が必要になるとはいこちらも単位がいっぱい出てきてですねメートルルクスルーメンややこしいんですけどもまあ なんとなく理解しておきましょう。そして次、ポイント。こちらの方が分かりやすいと思うんですけども、照度についてのポイントは、例えば今、私がこの撮影している場所もですね、目の前にテーブルがあるんですけども、そして、真上の天井にライトがあります。ダウンライトがあります。はい。なので、もう一度確認すると、ダウンライトが真上にあって、今デスクがある状態ですが、補足読んでいきますと、机を床に置いているとき、当然今床置きしてます、デスクは。なので、 光は天板をを上から照ら照して、て今やや明るいい状態を保っています、はい。ちょっと抽象的な言い方ですがやや明るい状態ただこの机をですね頑張って持ち上げてこのダウンライトに近づけていきますよねするとこの天板というのは今この距離にあるよりも照明に近くなるので当然天板はさらに明るく照らされる形になって 言ってみればかななりり明るい状態の天板になります、はい、つまり同じ光源であってもその光源からの距離対象物の距離が違えば感じる明るさは異なってきますよということでこれが照度の違いですねまあ分かりやすいんじゃないかなと思います、はい、では次いきます次は輝度ですね輝度についてということで単位はこちらカンデラこれスラッシュ引いてますが毎平方メートルですね はい、輝度の説明ですけども光源の光であったりそれらを反射した光などもう全て含めて観測者の目に入ってくる光の強さを示す指標となるものですいわゆる眩しさの度合いのことですねはいということでポイント、えー、輝度が高すぎるといわゆる眩しいと感じるということでこれですねグレーという現象が起こりますと でこのグレアというのは2種類一応あるんですけども高気度の光源があって感じるグレアを直接グレアと言いますこちら例えるならば太陽をですね直接見たらものすごい眩しいこれ直接グレアですねあと夜間の対向車の車のビームですねあのライト上向きとかで走られたらすごい眩しいんですけどもこれも直接グレアに入ります そして、えー、光が強く反射して生じるグレアを反射グレアということなんですが、こちらはですね、ちょっと例を書きましたが、黒板などが日射を浴びて、全体が光って見えてしまうような現象のことということで、こちら皆さん、まあ、小学校とか行ってる時にですね、経験したことはあると思うのでわかると思います。はい、では次いきます。次に、金精度というものですね。 はいこちら表し方は分数表記になりますよということで、まあ、① 2二つのまあ求め方があったりするのですが、まあ、1の方ですね今回使って最高焦度分の最低焦度みたいな形でえ表記をしていますでは均精度の説明なんですけども同一作業面でもどうしても明るい部分と暗い部分ができるまずこれを焦度分布と言います ただ学校などの教室とかではムラがなくて均一なショートが望ましいと例えばコンビニとかもそうですよねもうムラないですよねそしてこのショートの分布を表す指標として金精度というものが用いられますということで金精度を知るためにはまずショート分布という言葉も知らなくてはいけなかったりとかちょっとややこしいんですけどもこちらどちらも試験で出る可能性がありますので覚えてみてください ではポイントですけども特定の範囲内の照度分布の均一性というものを表す指標ですはいなので先ほども出ましたがムラなく明るいことをこちら均精度が高いと言ってですね均精度は最も高い照度と最も低い照度の比率で導き出しますとまた数字の1に近くなればなるほど均精度が高い照明と言えます はい、こちらも具体例として、事務室や教室の禁制度は3分の1以上が望ましいとされるということで、数字の1に近いほど禁制度が高くてムラがないということなので、なのでまあ3分の1以上が望ましいということですね。では次いきます。光環境その他ということなんですけども、その他出題の可能性のあるワードということで、今ここまで説明してきた部分は主に重要な部分なんですけども、 ただですねこれから、これから読み上げる部分も、えー、テキストには出ていますちょっと読み上げますね光の広がりを立体角で表す場合こちらはステラジアンという単位を用いますということ次照度は距離の事情に反比例し入射角の予言に比例する次高速発散度の単位はラドルクスで表すで次 安順脳では目が慣れるのに30分ほどかかるが、これは視細胞、目の細胞が水状態から環状態にスイッチするのに時間がかかるからということで、皆さん安順脳はもう勉強された方が多いと思うんですけども、こちら目が慣れるのに30分ほどかかりますと勉強されているはずです。 それはですね下にも書きましたが感情体というものは明暗を感じる目の視細胞で水状体というのは色覚というものを判断する細胞となっているとなっておりますはいなので今読み上げたですね水状体とか感情体という部分も試験には出ていますので一応補足的に覚えておくといいと思います次日照でよく出題されるポイントについてということですが まず、太陽の運行と日照時間ということなのですが、こちらよく出ますね。それでは2点読み上げます。大事なところです。太陽の運行は春秋分の日では、春分の日と秋分の日では太陽が真東から昇って真西に沈むが夏至になると日の出と日の入りの方位角で3 0度ほど北寄りになって。 逆に至では30度ほど南寄りりになりますと。こちらですねなんか夏ってなんか太陽南向きとかそういうなんかイメージがあるかもしれないんですけども夏至では30度ほど北寄り冬至では30度ほど南寄りということでですね、しっかり覚えておく必要がありますそして次も重要なんですけども南中高度に関してということで太陽の高度ですね角度なんですけども これ、東京を基準として、冬至で31度、夏至で78度と大きく変化をしますよということで、何中高度がまずわからない方、はそこをちょっと調べてもらいたいんですけども、あるいはですね、ハンドブックなどにも図が載っていますので、いわゆる角度ですね、地面から見た太陽の上がる角度という意味なんですけども、そこを理解しておいてください。そして一番重要な部分は 建物南面の日照時間に関してですが春分の日と秋分の日では最大12時間建物の南面に日照時間があるんですけども冬至では9時間夏至では7時間なんですね 夏至はお昼間が長いので南面にすごい日照時間長いように思えるかもしれないんですけども太陽高度の関係で冬至とか春秋分の日の方がもちろん長いですよということですねはいつまり南面の日照時間が一番短い時期は夏至と言えますということでこちらはすごい出るので必ず覚えておいてくださいはいでは次行きます はい、次に全天空照度と中高率という部分なんですけども天空光についてということでまとめてみました、はい、まずは全天空照度なんですけどもこちらは直射日光を除いた空からの光による地上の水平面照度のことということで一般に快晴時よりも薄曇りの時の方が大きくなりますということですね、はいまあ、この全天空照度の直射日光を除いた空からの光って書いてますけども まあ、実際ですね、真上から光が降りてきているわけではなくて、ですねもう全方位からですね、まあ、太陽の光って届いているので、まあ、それらのですね水平面照度ということですね。はい次に、中高率ということなんですけども、こちらは室内の話であって、室内のある位置、例えば今、私がここにいますけども、室内における中高というのは、まあ、昼間の自然光のことですね。 中高による水平面照度と逆に天井今私のいる場所天井と壁ありますけどもそれを取っ払って全ての遮蔽物を除いたとした時に天空によって生じる水平面照度との比を百分率で表したものということなんですけどもいわゆるまあ壁とか天井がある状態で窓とかから入ってくる光で今この例えば机がどれぐらい明るいか。 で逆に壁とか天井をなくして、まあ、日光が降り注いできますね。その状態のこの天板の光の照度の比を百分率で表したものということで、まあ、こちらもちょっとややこしいですね。ですがこの全天空照度と中効率も非常によく出題されるので、まあ、分からない方はですねしっかり読んで、まあ、意味はまあ理解してほしいんですけども まあ意味がわからない場合は文章で理解をしておくということをしっかりしてください。はいそして最後にですねライトシェルフというものを紹介したいんですがこちらもまあしばしば出題がされますこちらどういうものかというと日差しの遮蔽と自然光の活用を両立した日差しですねで建物の窓面にこれで設置をして上面で太陽光を反射をさせて より多くの光をでですすねねこれれ反射させて室内に入れるんですねしかも室内の天井に光を入れて室内全体を明るくすることができますよということでまあこれを使うと何がメリットかというと照明をつけなくても自然光で部屋全体を明るくすることができますということでまあいわゆるエコですよねはいなのでライトシェルフも一応言葉ともし知らない方は画像検索で見てみるといいのではないでしょうかはいでは今回ここまでですけどもいかがだったでしょうか まずは今回の第7章丸3の動画の目次ですね。はい、4つあります。丸1。給水設備について丸2。省エネ給湯機器について0。3トラップについて0。4換気設備についてということで、私たちの生活に大きく関わってくる分野です。 今回の動画で紹介するものは自宅や職場でも必ず1つ以上はあると思いますので是非実際に目で見て確認をしてみてくださいさらに1点補足でハンドブックに載っている難しい計算式は覚えなくてもいいのですが「参考」という欄はですねきちんと読んで具体的な表記そして数値ですねはマーキングしておいてくださいということですそれでは早速本題入っていきます まずは水源水質そして汚染原因に関してですね水質汚染の原因はよく出題がされますということでまず私たちの使用している水源というものは地表水と地下水に大きく分けられますまた水質汚染の防止のため設備の構造や維持管理に関しては水道法や建築基準法などで法的規制もされているということで 水道法や建築基準法という法律に関してもですね一応ワードが出てきていますので赤字にしております一応覚えておいてください次に水質汚染の原因に関して重要なワード2点なんですけどもまずはクロスコネクションというものですねこれは飲料用の配管とその他の地下水などの配管系統が直接接続されてしまうこと こちらは汚染水が混入してしまう原因になりますとのことでいわゆる例えばキッチンなどで使う飲料用の配管とその他例えばお手洗いとかですね地下水を利用しているという、まあ、そういう建物があったとして例えば本来お手洗いに出てくるべき地下水というのがこの飲料用の配管の方にもですね配管系統が直接接続されてしまうことで汚染水が混入してきてしまうという原因に なるということですねこちらクロスコネクション直接接続という部分接続というところとコネクションで覚えやすいですねはいこちらで覚えておいてください次に逆再本現象ということでこちらちょっとややこしいのですがシンクなどにたまった水などが給水管内に生じた負圧による吸引作用のため給水管内に水が逆流することですねかっこ キッチンななどの蛇口ににホースをつけっぱなしにすることは罰ということでこちら1点赤字で補足していますがマンションなどでこの現象を起こすとあなたのシンクで汚染された汚水というものが他人の蛇口から出てくる恐れがありますということでちょっと分かりにくいと思いますので具体例をさらに出してみたいと思います。 はいそれでは逆再本現象を具体的に説明しますと例えば今なかなかつけれるものもないと思うのですがキッチンの蛇口にシンクまで届く長さのホースを取り付けてそれを垂らしていたとしますねでその状態である時シンクに例えばシンクに線をしたとかして水がたまったとしますねそして水がたまった状態でそのホースの先端部分も水に浸かっていると いわゆるそのホースの部分からですね水が逆流する形ですねいわゆる吸引されて逆流する形でその汚水が水道管の方に戻っていってしまうという現象のことをこれなのでこれがマンションとかで起きてしまうと例えば上階の人がシンクに水をためてホースが垂れていてそのシンクに溜まっている水というのは当然汚水ですよね。 なので、それがまた吸い上げられて、次違う下界の方の、下の階の方の蛇口をひねった時に、その汚水が出てきてしまうという恐れがあると。これを逆裁本現象と言います。はい、この具体例も交えて覚えておきましょう。はい、それでは次いきます。次に吸水方式ですね。 こちらは4つの給水方式重要ポイントまとめということでまず青字の部分はポイントですねそして赤字の部分はデメリットを書いておりますそれではまず2つ紹介していきます1つ目水道直結直圧方式ということでこちらは水道本管の水圧を利用して直接給水をする方式ということでですね覚えやすいんですけどもポイントは低層の建物に使われる イコール小建て住宅はほとんどこの形式ということですねさらに引き込み管管の直径というのは現在 20mm が一般的となっております少し古い家ですと 13mm というものもあると思います次にデメリットですけども渇水器には水圧が下がってしまうので上階で水が出なかったりとかちょっとシャワーとかは使えなくなってしまうという問題もありますよということで例えば一戸建て住宅でも 2階とかですね3階建てでその2階3階に水回りをまとめてしまう場合ですねこういう住宅の場合はこの活水器には水圧が下がって2階とか3階に思ったほど水の供給はできないっていうことも起こりうるということですねはい次に水道直結増圧方式というものなんですけどもこちらは非常に優れている方式で 水道引き込み管自体に増圧給水設備というものを直結してしまって必要な給水圧力であったりとか給水量を確保する方式ということですねこちらポイントは高層階への給水が可能受水槽が不要本管の圧力も使うため省エネルギー効果ということですねただしデメリットとしては貯水機能がないため 受水槽がないですからねなので事故や災害時には断水することもありえますということですはいそれでは次のページで残り2点解説します次に高知水槽方式ということでこちら呼び名がですね他にも高架水槽方式重力給水方式とも言われ中高層の建物に多く使われておりますこの方式は一旦受水槽に水を受けて 重力にによって各階に給水をしますはいこちらポイントは中高層の建物に使われる断水時でも受水槽があるためある程度の給水が可能ですとさらに水圧も一定しているということですね。はい、デメリットは最上階の圧力確保のため屋上の床面よりもさらに 10m 程度高い位置に高地水槽を設置するということですね。 当然最上階のお部屋と屋上というのは割と距離が近いので重力給水でする場合はやっぱりある程度距離がないと圧力確保ができませんので10メートル程度高高いいい位置置に高地水槽を設すすするとととううデメリットが発生しますということです次に最後ですねポンプ圧送方式というものですがこちらはタンクレス方式とかポンプランニング方式とも言われるのですが 樹水槽に一旦受けた水を複数のポンプで加圧して直接吸水する方式ということでこちらも樹水槽は置くのですが次の欠点で書いているところですが高地水槽などが不要でただしあの普通にですね1階といいますか地上の部分にはですねこの樹水槽は置かなければなりません。 あらゆる建物に対応できるシステムなのですが常時ポンプが稼働しており運転コストや停電時の断水などが問題に挙げられるということですねはいなのでこちらの2つの方式は受水槽が基本的に必要となってきますということで受水槽を設置したくない場合というのは水道直結増圧方式というものに切り替えると良いと言われていますねはいそれでは次いきます 次、吸水その他ということで、吸水方式その他重要ワード。こちら3点書いています。まず1つ目、減圧弁というものですね。各回や場所によって異なる吸水圧力を一定圧力に維持する調節弁のことということで、この調節弁に線を引いていますが、試験で出るときも減圧弁と調節弁はですね、セットで出る可能性が高いです。次に、まあそこまで重要というわけではないのですが、 一般のの圧力というものですねこちらは水圧が高すぎてもよくなりませんので 500kPa 以下程度とする高地水槽方式で高層建築に給水する場合は仮想階の給水圧力が課題になるので中間タンクや上で解説した減圧弁によって300から 400kP 程度に圧力調整をしましょうということですね。 はい、先ほど出てきましたが高地水槽方式の場合は当然高いところに置く樹水槽なので1階とかに給水する場合は逆に給水圧力が課題になってしまうとなので減圧弁とか中間タンクを設けて300から4 0 0キロパスカル程度に圧力調整をしましょうという話ですねそして最後ウォーターハンマーですがこちらは水道の線のバルブの急速な開閉などにより 配管内を流れる水のスピードが急激に変化をし同時に圧力が上昇を降して大きな衝撃が発生する現象のことということで私は最近ではですねこのウォーターハンマー全然体験してませんが10年以上前の水道蛇口とかですと、まあ、バルブひねって急に閉めたりすると水道管がゴンゴンってあの衝撃出たりすること皆さんも一回はあの味わったことあるのではないでしょうかこちらウォーターハンマーという現象ですね そしてこのウォーターハンマーを知っているだけではだめでこの防ぐにはという部分が出題される可能性もあります、はい、この対策には以前であればエアチャンバーというものを用いていたのですが近年はベローズ型やエアバッグ型の防止器具を装着ということでこちらもですね覚えておく必要がありますはいそれでは次行きましょう 次に節水についてですね。節水について重要ワードということでハンドブックに書かれている数字はどれも要チェックです普通によく出題されますということですそれでは2点解説したいのですがまず1点目一般的な住宅の給水量は1人当たり1日200から250リットルと言われておりますただし現在は減少傾向にはあるとのことですそして2点目 1980年代のロータンク式という便器では1回13リットル程度の水を使用していたのですが最新の節水型の便器では4から6リットル程度で同じ洗浄能力を持つということでイコール 50%以上の節水ができるようになったということで、試験でもですね、この4から6リットルって出る可能性もありますけども、過去には50%以上の節水ができるようになったとかですね、こういう出題のされ方もありますので、一応注意しておいてください。はい。そして最後にですね、 配管のメンテナンスについてということで配管は交換以外にも実は修繕とか延命をする方法がありますということでこちら具体的な方法が4点載っていたので書いておきましたそれでは読み上げますライニング構成工法というものそして洗浄工法カルシウム棒錆錆を防ぐものですね最後に電気防止工法といって電気を配管に流して腐食を防ぐ という方法ですねこちらがありますとのことで一応覚えておきましょうはいそれでは次行きます次に省エネ給湯機器ですね4つの給湯機器ということでおそらく本年もどれか一つは出題がされると予想されますということでまず2点ですねエネファームとエコビルの解説をしてみますまずはエネファーム発電と給湯ができる家庭用燃料電池 都市ガスなどから水素を取り出し酸素と反応させることで電気と熱が生まれるまた CO2 などを発生させない欠点は現状では高価なことでコストダウンを急いでいるということでこの赤文字にしている部分は全て重要ですし出題される場合はこの赤文字の部分をヒントとして答えを導き出す必要があるのでしっかりと覚えておいてください次にエコ見るですね エコビルはガスでエンジンを駆動し油と電気を作るシステムですね。発電で発生した熱を直接利用するためエネルギーの利用効率が高く省エネルギー環境面で優れたシステムである。ただし温水タンクの設置や初期費用が高いということでこちら2点はですね、エネファームエコビルはどちらも初期費用が高く高価なことですね。まあ、試験でははその部分は 決して別に触れては来ないと思うのですが一応頭に入れておくといいのではないかなと思いますさらに頭文字の部分ですねエネファームのみエネっていうのが頭文字についてエコウィルとかですね次のページでも出てきますけどもエコなんとかっていうものが3点ありますのでこちら注意が必要ですねはいそれでは次のページ行きます次にエコジョーズですねエコジョーズは鮮熱回収型 ガス給湯器とも呼ばれ発電はしななないが高効率な瞬間式ガス給湯器となっております従来捨てていた約2 0 0度 c の排気ガス中の熱を二次熱交換器で回収するコンデンシング技術を用いているということでこちらですねエ上ジョーズの「ジョーズ」という部分をとって「上手に熱を回収するシステム」というふうに覚えるといいのではないでしょうか。 そして最後、エコキュートですね。我が家もオール電化でエコキュートを導入しているのですが、こちら、電気を使うヒートポンプ技術。エコキュート出る場合はヒートポンプ技術がセットで必ず出ると思います。により、外気の熱を組み上げて湯を沸かす給湯器ですね。 はい、そしてヒートポンプの原理というのはエアコンとかと同じで外気を使うことから寒冷地向きではなく割と温暖な地域の方が向いておりますまた夜間電力を利用してランニングコストを抑えることもできるということですね我が家もそうなんですけどもこのエコキュートはですね一番電気料金の下がる夜の11時以降とか12時過ぎぐらいからですねこの お湯をです、ね、沸かしてくれるんですね。行ってみたら次の日一日で使う量というのをエコキュートが湯を沸かしておいてくれるわけですね。そして次の日一日でまたあのタンクの水が減っていくのでそれをまた電気料金の安い夜中の間に新しい湯を沸かしておいてくれるということで、まあ、いわゆる夜間電力を利用してランニングコストを抑えることもできるということで確かに電気料金は我が家結構下がってるんじゃないかなと思います。 ははいそれでは次行きますすす給給湯湯配配管管方方式式ですねこちら給湯配管方式は2種ありますまず1つ目先分岐方式というものでメインの水道本管から次第に枝分かれをさせて各水泉金具まで持っていく従来の一般的な方式ということでこちら接続箇所というものが多くて漏れなどの問題も出てくるんですね。 はさ、い、らに死に水が多く湯待ち時間が長いまた管内の圧力のバランスが崩れやすいという欠点もありますとのことで死に水というのはですね吸水管部分に流れることなくたまり続けてしまう水のことを言いますいわゆる汚水ですねそして2点目ヘッダー方式というものなのですがヘッダーと呼ばれる分岐管から細いポリエチレン管かっこさや管で 各水洗金具へ単独で送り出す方式。こちらは接続部というものがないので、漏れの心配も少ないですとのことですね。実は我が家はですね、えー、このヘッダー方式というものなんですけども、ヘッダー方式は分かりやすく言うと、この下に補足で書いてますが、電源タップというものをイメージすると分かりやすいかと思います。いわゆるタコ足配線とかも呼ばれたりするんですかね。コンセントから引いてきた電気というのを、 電電源タップでで今度分配をして各家電製品に送り込む時のイメージですこの場合電源タップというものがヘッダーに当たりますとのことなんですが皆さん例えば部屋でですねコンセントの差し口っていうのは数限りがあると思うんですけどもそれよりあのもっといっぱい差し口が欲しいとかでですねこの電源タップを用いることって多いと思うんですがこのイメージをしていただくと分かりやすいんですね。 例えば机周りに電源タップから電源コンセント挿す挿し口ですね例えば携帯,に携帯の充電をしたいから1箇所挿してまたパソコンの充電器も挿したいから1箇所挿してってやってるとかなりの挿し口を使いますよねなのでこの電源タップというところから直接各スマホであったりとかパソコンであったりとか掃除機かけるのであれば掃除機であったりとかプリンターとかですねいろいろその 電源タップから直接電気を送るイメージですねこれがヘッダーの役割になりますヘッダーの場合は給水管から来た水を、えー、まあ吸ですね正確にはそれを各水洗蛇口に直接送っていくっていうイメージですなので分からなくなったら電源タップのイメージをしてみるといいのではないでしょうかはいそれでは次いきますトラップについてですね トラップ関連のワードということでそもそもトラップとは衛生器具や排水系統に設置される器具で風水部を持ち排水管や下水道からの臭気や虫などの侵入を防ぐ装置であるということで「かっこキッチンや洗面所の流しの下に設置されている配管ですね」と。ということでまずは風水というものを説明してみたいと思うのですが。 風水というのはシンクの下部や洗面台などの衛生器具と排水管との接続部にたまっている水のことを言いますそしてこの水の役割は、えー、排水管や下水道からの、えー、言ってみたら匂いであったりとか虫などの侵入を防ぐための水ですね、はい、次にこの風水の水深どれぐらいやったらいいのかということですが風水深は えー、深いほど安定するのですが一般に50 100から100ミリ程度のの水深が適当でであるとのことこすね次にこの風水を分かった前提で次「破風現象」というものがあるのですがこちらはトラップには常時風水が保持されているがさまざまな原因でその風水がなくなることがありそれを破風と呼びますとのことでこの原因はですね自己再本現象とか毛管現象 蒸発、水が蒸発することですね吸い出し跳ね出し現象などあるのですが、まあ、それぞれですねあの言葉だけで覚えておくっていうのでも全然大丈夫ですし一応意味は理解しておいてくださいはいそれでは次いきます次にトラップの注意点ですねトラップで注意すべきワードということなんですがまずは二重トラップというものですね一つの排水管に直列に2つのトラップを設けることこれを二重トラップと言います 次に、まあ、そこまで重要ではないかもしれないのですが通気管の役割というものを説明してみたいと思いますこの通気管の役割なんですけども排水管内の一部分を大気いわゆる空気にまあ放することで排水管内の気圧変動というものを防いでなおかつ排水管内の換気も行って清潔にしましょうという役割ですねこちらは一戸建て住宅では通気管を設けることはほとんどないのですが 集合住宅などの大きな建物では忘れてはいけない設備となりますとのことです次に最後ですね「蘇州機」というものなんですが括弧でグリーストラップとも書いてますグリースというのはグリースのことですねこちら営業用厨房いわゆる例えばお店の厨房とかですねなどでは蘇州機を設けて油分と水をしっかり分けて 油分のない水を下水道にちゃんと流してくださいねということが定められておりますとのことでこの素周期というものを使ってちゃんと油分と水とに分けましょうという機械になっておりますはいそれでは次いきますはい次に具体的にトラップの4種類を紹介してみたいと思いますまず大きく2つに裁本式というものと非裁本式に分かれるのですがまあ、特に重要なのはこの裁本式の方だと思います ではまず P トラップというものからですけども P の字型のトラップで風水の安定性が高くこれに通気管をつければ理想的と言われているものこちら壁排水とも言われますとのことでこちら試験にもよく出るのですが例えばですね通気管をつければ理想的と言われているトラップはどれかみたいな問われ方をしたらこの P トラップが該当するわけですね。 はいなののでその部分ししっかりり覚えてておおきままょう過去にも出ております次に S トラップこちらは S の字型のトラップで洗面台の下などによく用いられるトラップということで自己裁本作用などにより風水がなくなりやすいという特徴もあるこちらはこの管が床へ向かうので床排水と言われることもありますとのことですね次に非裁本式なんですけどもこちらも2点あります まずはドラムトラップと言われるもので浴室などに取り付けられるトラップで風水の部分がドラム形状になっているもの多くの水を貯めれるので破風を起こしにくいが定期的な清掃が必要となるということですねはいこちらも言葉で覚えておきましょうそして最後ワントラップベルトラップとも呼ばれるものなんですけどもこちらは 浴室床や洗濯機の床下などに取り付けられるトラップで破風を起こしやすいという端緒もあるということですねついでにですねこのテキストには各トラップの形みたいなのも載っていると思いますのでその見た目もですね一応覚えておくといいのではないかと思います次に換気設備ですね3種の機械換気設備についてということで詳しくはですね次のページで図を使って解説もしてみたいと思います ということでインテリアコーディネーター試験においては機械換気についてはよく出題がされますこちら2次試験の論文などでも、えー、使える可能性がありますので第1週換気から第3週換気これから解説しますのでしっかり覚えてくださいそれではまず第1週換気設備ですが吸気と排気を同時に機械式のファンで行う換気のこと こちらどちらも機械でやるので一番安定していますとのことですね。次に第2種換気設備。こちらはファンで室内に外気を取り込みます。そしてその入ってきた空気によって現在ある室内の空気を排気口から自然には押し出すように排出をする換気システムってことですね。そして最後第3種換気設備は機械による 強制排気気装置にによってて集中的に現在ある室内の空気を排気して吸気口からは自然吸気で外気を取り入れる方式ということでこちら制圧・負圧というものが関係してくるのですがこれも次のページで解説してみたいと思います。それでは次いきます。はい3種の換気システムということでまずはですね右に書かれている制圧と負圧についての解説をしてみたいと思います。 制圧というのは室内空気の圧力が外の空気よりも高い状態のことを言い室内の空気がいっぱいになることでそれ以上室内に空気を入れさせないという働きがあります逆に負圧というものは室内空気の圧力が外の空気よりも低い状態のことを言い圧力が低いと室内に空気を逆に入れる働きがあるんですねはい、これを負圧と言います ではこれを知った上で第1種から第3種見ていきましょうはいまず第1種換気は制圧または負圧ということでこちらはまあ機械ファンなので調節ができますよということなのですがまず吸気室内に空気を取り入れるのもファンを使いますそして排気出す方の空気もファンを使って出しますとのことでどちらも機械換気なので安定はしていますということですね次に第2種換気は結構重要なんですけども 吸気はファンを使っていて排気は排気口から出しますとのことなのですがこちらは先ほど解説した制圧のためにドアを開放してもですね、もう空気がすでにパンパンに入っていることから新しい空気が入ってきにくいんですね例えばドアが開いていても。 なので手術室や無菌室などそういうところに向いておりますとのことで試験でもこの「手術室」や「無菌室」っていうワードが出る可能性非常に高いですからそのワードが出たら第二種換気ということをもう疑っていきましょう最後に第3種換気ですねこちらは「負圧」と書いていますが基本的に排気ファンから室内の空気を出すので「吸気口」新しい空気はドアであったりとか吸気口から取り入れますということですね はい、こちらは一般的な戸建て集合住宅はこの第3種換気というのがほとんどですということですねはいそれでは次いきます次に熱交換型換気ということでロス内換気とカッコで書いてますがこちら皆さんロス内換気って見たことないですかね例えば職場とかではあの電気のスイッチパチって止めるところにロス内って書いてるのを見たことないでしょうかこのロス内とは実は三菱電機さんの商品名なんですけども いわゆる熱交換型換型気扇のことを言うんですね下に書いていますが熱交換型換気とは熱を逃がさないような仕組みを持った換気扇ということで現在の室内の気温温度を保ちながらえ換気だけはしてくれますよということなんですねちなみに私が言っている、まあ、音楽講師もしているので音楽教室などの小さな個室でもこの熱交換型換気というものを使えば室内温度を保ったままですね 換気ととといいいううものがでできるということですねはい、そして補足でも一応書いていますが2次試験の論文のテーマとしても覚えておくといいかもしれないかっこはてなということで、まあ、そこまで重要ではないのですが、まあ、ロス内換気本体にはフィルターが内蔵されており塵りほこ花粉などを取り除いたきれいな状態の空気を取り込むことが可能となっているということですね。次のページで最後になります 最後「ファンの種類について」ということなのですが3つのファンの種類についてということでファンの種類はその特徴とどこに使用するのに適しているかということを覚えておく必要がありますそして最初にですね「静圧」という言葉が出てくるので解説しておきますと静圧とは送風機の遠心力によって発生する圧力ということでいわゆる風を押し出す力みたいなものですねそう理解しておいてください ではままずプロペラファンから解説します。こちら風量は多いのですが制圧というものは低くて0から30パスカル程度なのでダクトなどの抵抗を受けると極度に風量は減少するとのことで、まあ、具体的に使用される場所は台所であったりトイレなどの壁掛けのファンとして利用されます次にターボファンですねターボファンは幅の広い後ろ向きの羽がついており ファンの中ででは次大事ですね最も効率がいい換気扇と言われております具体的に使用する場所は高速ダクト方式の送風機であったりとか次重要ですね朝型のレンジフード空調ダクト最後に白っ子ファンですけどもいきなり大事です水車と同じ原理でこのワード出てくる可能性非常に高いです羽車に幅の狭い前向きの羽が多数ついているもの 静圧が高くあらゆる送風機に取り付けられるということで静圧が高いので負荷型のレンジフードに適していますとそして空調ダクトなどですねなので大事なのはターボファンとシロッコファンを間違えないということですねターボファンは最も効率がいい換気扇で朝型のレンジフードなんかよく出ますそしてシロッコファンは 制圧が高く、水車と同じ原理、深型のレンジフードに使われるということですね。この点をしっかり分けて覚えておきましょう。はい、いかがだったでしょうか。はい、それではまず最初に第7章丸4の目次なんですけども、丸1冷暖房について、丸2空調について、丸3自然エネルギーの利用について、丸4電気について、この順番で解説をしていきたいと思います。 はい、補足なんですけども第7章の3同様私たちの生活に大きく関わってくる分野ですイメージができない箇所は画像で検索をしてみましょうただし時間のかけすぎは注意ですということですねそれでは具体的に内容に入っていきますまずは冷暖房負荷というものを知る必要があるんですけども冷暖房時の3つの負荷について学習をしますははいそれでは最初に 空調負荷というものがあるんですけどもこちらは冷暖房を使用している時まず冷房を使用している時っていうのは当然冷やしたいので熱を除去したいと言い換えられますねそして次に暖房使用時というのは温めたいので熱を加えたいとも言い換えられますこの冷房使用時の熱を取り除くあるいは暖房使用時の熱を加える 際にかかる熱量のことを空空調調にかかる負荷で空調負荷荷でと言います次に冷房負荷というものなんですけども冷房がある程度まで冷却しようとする際にかかる熱量エネルギーのことですねこちらは当然屋根であったりとか窓そして壁などから侵入してくる寒流熱量ですね皆さんも勉強されたと思うんですけども言い換えると外部熱となります あるいはですね人の体温であったりとか照明器具などの発する熱こちらは室内の内部から発生する熱で内部熱と言い換えるんですけどもそれらは冷却時の負荷となりますよね当然暖かいものなのでこれらを冷房負荷と言います次に暖房負荷ですねこちらは外は外気温が低いので室内の熱っていうものはこちらも壁とか窓また床とかを 透過ししててて失われいいってしまいますなので、この室内から失われていってしまう暖かい空気、これらの総量のことを暖房負荷と言います。はい。下に細く書いていますが、少しややこしいので、理解するまで読み込んだら、該当する過去問などを実際に解いて理解を深めましょうということですね。なので、ややこしいんですよ。本当にこの辺が。はい。 なのでそのややこしいものを少しでも解決するために実際に出題された問題を解くっていうのはですね非常に効果的なので読んで解くっていうことをやってみてくださいそれでは次いきます次に空調設備の暖房方式ですねこちらも3つの暖房方式がありますそれは具体的に温風と温水と副車これ放射とも言うんですけどもはいこれら3つを解説します まずはですね温風暖房方式からですね読み上げます FF 式温風暖房機を代表とする個別暖房機器燃料ガス灯油の燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ 燃焼後の排気ガスを再び屋外へと排出するということでこちらですね後で解説しますけども FF 式温風暖房機などはですね試験にもよく出てくるワードとなっておりますはい次に補足の部分ですけども自然通気力を利用するものを自然吸排気式かっこ BF 式とも言いますそして動力を利用するものを強制吸排気式 FF 式とも呼びますということで、FF 式というのはですね、すでに過去問を解いている方であれば、もうあの出てきたことあるんじゃないかなと思うんですけども、BF 式っていうのはですね、いまいちしっくり来ない方もいらっしゃると思いますので、それはですね、自然通気力、自然のいわゆる空気を利用する機械ということで、例えばコンロであったりとか、お風呂の窯ですね、風呂窯などをですね、イメージすると分かりやすいのではないかと思います。 とということでですね、ちょっと一旦ここで話は若干飛んでしまうのですが燃焼器具いわゆるストーブとかそういうものにはですね3種類別に覚えななけければいけないことがあります。それがですね開放型燃焼器具と呼ばれるものであったり反密閉型燃焼器具と呼ばれるものであったり密閉型燃焼器具と呼われる3つなんですね。 そしてこれらは試験でも出る可能性は非常に高いのですべてこれ覚えておきましょうそれではまず開放型燃焼器具から解説をしていきます開放型燃焼器具は燃焼用燃やすための空気を室内空気を使うんですねそして燃焼に使った後の排ガスっていうものも室内に放出をしてしまう器具ということで具体的には石油ストーブであったりとかガスストーブなどをこちら しますそして先ほども言いましたが排ガスをでですすねね室内にに放出してしててままうのでとても空気汚染につながりますよ、ね、なのでこの器具を使用する際は換気がすごい重要になってきますしもしできることであれば後に解説をする密閉型燃焼器具というものを使った方がいいと思います。 はい次にですね「半密閉型燃焼器具」というものなんですけどもこちらは「半密閉」って書いてるので半分はですね先ほどの開放型のものになるのですがちょっと読み上げます燃焼用の空気を室内から取り入れととというこここでで開放型とここは一緒ですただし排ガスを煙突などで屋外に排出する燃焼器具ということで排ガスは室内には戻さずに煙突などを利用して外に出しましょうということで。 こちらはですね具体的なものとしては煙突付きストーブであったりとか湯沸かし器ですねこれらが半密閉型燃焼器具に該当します最後に密閉型燃焼器具なんですけどもこちらはですね燃焼用の空気も室内の空気を使わずに屋外から取り入れて燃焼した後の排ガスも屋外に排出する器具ということでこちらが上の方で解説した FF 式の暖房器具であったりとか BF 型の暖房器が該当しますということでこの密閉型燃焼器具というのが一番あの空気は汚染されないので当然いいですよねはいこの3種類はですねしっかりと分けて覚えておきましょうそれでは次いきますはい先ほどの続きですけども温水暖房方式ということで温水暖房方式についてですが温水暖房とは 熱源器で加熱した暖房用の温水をポンプで各部屋に設置した床暖房などの端末機に循環をさせその熱を利用して暖房にする仕組みということですね温水暖房の端末機には床暖房であったりとか温水ルームヒーター浴室暖房乾燥機パネルヒーターなどがあります。 そしてですね、これハンドブックにですね、書いてあったんですけども、この温水暖房に必要なものっていうのがありますね。それが上でも書きましたが、熱源機器、配管、ポンプ、膨張タンク、そして放熱器なんですねで。このハンドブックで、そして放熱器って書かれているので、いわゆる強調されて書かれているので、ここに関しては放熱器覚えておいた方がいいと思います。 さらにですねこの温水暖房方式というものの熱元気は屋外に設置をするため室内の空気汚染というのはありませんということですはいそれでは次いきます次に放射括弧・副射暖房ですねこちらどちらも同じ意味ですからね放射・副射まず放射熱というのは物体から放出される赤外線が他のものに伝える熱っていう意味なんですけどもこれを利用した暖房のことですね そしてこれ代表的なものに一番わかりやすいのがあの太陽ですねさらに具体的なもので言うと電気ストーブであったりとか薪ストーブ蓄熱ヒーターそして床暖房などのパネルヒーティングが当たるということでこの放射熱、副射熱に関しては床暖房が出る可能性非常に高いですから赤文字にしておりますそしてこの 放射暖房・副射暖房において覚えておきたいことはまずエネルギーの使用量なんですけどもこちらはですね先ほどの温風暖房と比べると約20%ほどのエネルギー削減につながるということですねさらにパネルヒーターなどの設置場所これも問われる可能性があるので書いておきましたこちらはですね窓の開口部下などコールドドラフトを防止できる場所に置くと非常に効果的です そしてこのコールドドラフトですねもう勉強ある程度している方はもうすでに出てきているワードだと思うんですけども一応補足で下に書いておきました低温の空気は部屋の低いところへ流れていく性質がありこれ比重が高いからですね例えば冬の窓際ですと足元に冷たい空気の流れが起きてこれをまあコールドドラフトというふうに言いますということですねはい知らなかった方はですねきちんと確認をしておいてくださいでは次いきます 次に空調設備と冷暖房設備の違いということなんですけども、まあ、こちらはですね一応補足的に作ったページとなりますまず空調設備はですね室内の温度であったり湿度気流そして塵やホコリまでをコントロールして快適に保つための設備ということですね次に冷暖房設備というのは室内の温度のみの調節であって室内の空気質をどのように維持管理するか っていうことは別に考える必要がありますよということですね。はい、ここの部分はまあ皆さん大丈夫かと思います。それでは次いきます。次に空調方式ですね。空調という言葉皆さんよく聞くとは思うんですけども、実はですね、この空調の方式3つありますので、それも解説してみたいと思います。まずはですね、空気式というものなんですけども、空調機の代表的なものが、エアハンドリングユニット、エアハン、 と呼ばれるものなんですねそして現在では大規模建築であったりとか大空間用となり住宅ではもうエアコンが主ですよということですねはい一応こちら補足なんですけどもエアフィルターそして冷却コイル加熱コイル加湿器エリミネーター送風機こちらカッコファンなどの機器を組み込んでパッケージ化されていますということですねこちらもハンドブックに全て載っております 次に水式の空調方式式ですね。水式は熱源機器冷凍機、ボイラーなどと空気調和機を組み合わせて空調する方式で一般には熱源機器を1箇所に集中設置をさせて冷温水を空気調和機に送水して空調をすることから別名中央式セントラル。 空調とも呼ばれますということで結構分かりにくいと思うんですけども一応ですね水式式ル中央式セントラル空調で覚えておくのがいいいと思いますはいそれでは続きですね次にパッケージエアコン方式ということでパッケージエアコンとは空調器と熱源がセットになったもので対象の部屋に室内機を置いて外には室外機 イコール屋外機ですねをを置いいてそれら冷冷媒管冷媒管管というのは室内機と室外機をつなぐパイプのことです。これを結ぶことで空調する方式、これを直方式空調方式とも呼ばれるということで、いわゆる家庭にあるエアコンイメージするとこれですよね。ただしですね、パッケージエアコンというのは事務所ビルであったりとか、 店舗用の空調機を意味して住宅用はですね基本的にエアコンというふうに呼んで使い分けがされていますということですはいということでここまでこの空調方式はですね3種類解説したんですけどもなかなか理解がここ難しい場所だと思いますなのでこういう時はですねもう自分でノートに図にしてみるとか実際に書いて覚えるのがいいかもしれませんということで自分に合ったですね覚え方をしてみてくださいはいそれでは次いきます 次に太陽熱の利用ということで、太陽熱の利用はですね、具体的にハンドブックのですね、月間159ページにこちら書いているんですけども、2種類あります。アクティブソーラーシステムというものと、パッシブソーラーシステムというものですね。はい、それではまずアクティブソーラーの方なんですが、こちらは太陽熱を、太陽熱収熱器というものと、収熱ポンプ、こちら送風機なんですけども、これを設けて、 集めた熱熱ととというもののをを暖房や給湯用用しててその熱を利用する方式となっております次にパッシブソーラーシステムというのは機器や器具などを用いずに太陽熱を直接利用する方法いわゆる原始的な方法でもあるんですけどもコストをかけずに行うことができますということですね。 そしてですね、ここでひとまずはパッシブソーラーシステムの方ですね、こちら3種類ありますので、その手法というものを覚えておいてください。先ほど言いましたハンドブック下巻159ページにですね、図が載っていますので、ぜひ一度見てみてください。では次いきます。次に太陽光発電と 太陽熱利用の違いについてなのですがこちらどちらもですね積極的に太陽光を利用するということでアクティブソーラーに該当するのですがまず基本的に2種類あると覚えておいてくださいではまず太陽光発電の方なんですがこちらは言葉の通りですね太陽の光エネルギーを電気に変える利用法ですね積極的に電気に変えていくと、はい、で太陽光発電は 半導体に太陽光を当てて生じる光電効果というものを利用して電気を発生させるということですねそして補足で書いておきましたがこちらもハンドブックにしっかり書いているのでチェックが必要です太陽光発電の電池ですねこれは主にシリコンなどの半導体でできたセルというものでありますさらに太陽光電池を構成する単位として モジュールととととといいいいいいいうううもももののやアレイががありまますということですすこここです、ね、一応覚えておいた方がいいと思います、はい、次にです、ね、太陽熱利用ということでこちらは前のページでも解説したんですけども太陽の熱を利用して主にお湯を作り出したりとか暖房に活用することこれを太陽熱利用と言いますのでアクティブソーラーの2種類ですね太陽光発電と太陽熱利用をしっかり覚えておいてください、はい、それでは次いきます 次に地中熱を利用した手法ということでクールチューブについてですねこちらはですね2018年の試験でいきなりポンと出たんですけどもその当時のですね教本、えー、ハンドブックにはクールチューブ書いているんですけどもその他他社のですね教本にはなかなか書いていなかったものもあったと思うんですねなので初めて見るよっていう方が多かったと思うんですがクールチューブの解説をしてみますクールチューブとは 地中60から1 0 0ンチ程度の深さにパイプを埋め込んでそして取り入れた外気をですねこのパイプの中を通してから室内側へ吹き出す方式のことですねこれ何の意味があるのって思うかもしれないんですけどもこれは下に書いていますが地中内の熱を利用して空気を夏季は冷却します。そして冬季冬季は 加熱ちょっと温めた状態で屋外から室内へ空気を供給するシステムですねここ日本の平均これ湿気温度というんですけどもまあちょっと説明難しいんですがいわゆるまあ土の中の温度ということにしておきましょうは、まあ、13度から17度と言われていますなので夏とかでしたらまああったかい空気なのでそれが地中でちょっと冷やされたものが室内に吹き出しますということですね はい、そしてクールチューブと同様の考え方としてクールピットっていうものもあるんですねこちらは西松建設というところで開発がされて高齢者施設に取り入れられていますということですね以上覚えておいてくださいそれでは次いきます次電気設備についてですね電気の単位記号についてということなんですがこちらもですね3種類ありますのでまず先にその3種類を言ってみますと 電電電圧、ボルト、ト流、アンペア、ンペ力、ワットっていうものは出てきます。なかなかこれをですね説明するのもちょっと難しいんですけどもまず説明書いているものを読んでみますと電圧というものは電流を流そうとする圧力のこと括弧、押し出す力ですねまあ皆さん例えば血圧とかあの測られると思うんですけども心臓があの血液をですね体全体に押し出しますよね その力をまあ血圧というんですけども電気でも電流を流そうとするその力圧力のことを電圧と言いますまだこれは分かりやすいかなと思うんですけども次に電流ですね電流は電子の流れのことで1秒間にどれだけの電子が流れているかを表すものということでちょっと分かりにくいと思うのでこちらもですねアンペアの大きい小さいのちょっと例を出してみようと思うんですけども 例えば高さ 1m の場所にですね大きなバケツに太いホースをつけた装置と小さなバケツに細いホースを取り付けた装置というものはそれぞれあったとしますそしてその中にはですね水が入っていますはい次にそれをせーのでですね水を落水させると1秒間にホースを流れる水の量というのは 当然大きなバケツに太いいホースをつけている方の装置ですよねこのようにまあ今回は水でしたけども1秒間にどれだけの電子が流れているかを表すっていうのがですね電流となりますなので今回の例でいうと大きなバケツに太いホースをつけたものがよりアンペアが高いということが言えるわけですねそして最後電力ですねワットなんですが こちらは、ある単位時間内に消費されるエネルギーのことで、電圧と電流の積で計算がされますということで、積っていうのは、小学校の頃に習ったと思うんですけども、掛け算のことですね。なので、電圧かける電流で、この電力は求められますよということです。はい。この電力のですね、例もちょっとしてみようと思うんですけども、こちらはですね、ある、じゃあ A さんという人が立っていてですね、 その人の頭にバケツに入った水をですねあのかけてみようと思いますそうすると当然水が上から落とされるのでこの A さんという方は痛みを感じますよねそしてその痛みの度合いを今回は電力とします、はい、ではまず水をですね頭の上1メートルの場所から落とす場合と頭の上1 0ルから落とす場合これ当然ですね同じ水の量を流しても 頭の上メートルから落さされた方が痛いですよね A さんはつまりこの実験では高いところから水を落とすイコールこれ電気に置き換えるところ電圧が高いほどエネルギーが大きいと言い換えられるんですねさらに次もう一つ実験をします次はバケツの高さは同じ3ルで統一するんですけども小さいバケツと大きいバケツに分けてみますそしてこちらも 3m の高さから水をかぶせた時に当然大きい方のバケツから水をかぶる方が A さんは痛いと思いますなのでこちらもですね電気に話を置き換えると今回の実験では電流が大きいほどエネルギー過去 A さんの痛みですねは大きいということになります意味わかりますかねそしてここで結論ですけども結論電力には 電圧と電流のどちらもが関係していて電力を求める際には電流電流圧ととといいううもので求められまますすことになります最後ですね補足下に書いているのですが電球などに書かれているワットやボルトというものは決められた電圧環境で使われた場合にその電球が使う電力を60ワットとか40ワットと表しているわけですねはいここの部分かかららなかったらですね。 また他の説明いろんな方がされていますからですね検索して調べてみましょうはいでは次いきます次に電気の配線方式ということで配線方式について3種類解説したいと思いますまずは単相2線式 100V というものなんですけどもこちらは 100V のみが使えるということで具体的には電灯であったりとかコンセント回路に最もよく使われる方式で 故に家電製品なども 100V に対応した製品って多いですよねはいこちらは電柱からですね家に引き込まれている電線があると思うのですが皆さんのお宅にもこちらが2本の線で引き込まれているので見た目でも分かります次にですね単層3線式こちら100でスラッシュで 200V って書いているのですがこれはですね単層2線式の 100V これいわゆる上と一緒ですよね 1 0 0トプラスさらに2 0 0トを使える線も一線取り入れているという方式になります合計3本ですね3本で配電する方式ということでこちらもですね電柱から家に引き込まれている電線が3本なので分かりやすいですということです我が家もですねエアコンが2 0 0トを使うものがあるので当然この単相3線式という形をとっています はい、最後にですね、3層3線式、こちら 200V というものなんですが、一般に工場などで用いられている方式で、住宅では基本的には使用できませんということですね。はい、ちょっとややこしい3つなんですけども、単層2線式、単層3線式を特に覚えておいた方がいいと思います。次に、電気の引き込み方式ということで、こちらは住宅における電気の引き込みの方式。 というのが3つありますということで、ハンドブックのですね、こちら下官162ページを見ていただいたらいいと思うんですけども、こちらも3種類ですね。まず1つ目、架空配電というものなんですが、一般的な方法で、いわゆる電柱から電気を受ける方式ですね。次に、地中引き込みということで、こちら G 書いてごとくですが、地中から電気を引き込む方式で、安全で見た目もいいんですが、工事費が高く、 観光庁の許可も必要とととなるということです、ね、まあ想像したらわかると思うんですけども地面を掘り起こしたりしなきゃいけないので工事費がとても高くつきますよということです。そして最後に架空と地中の併用ということなんですけどもこちらは 敷地内自分ちの敷地内に引き込みの柱を立ててそこまでは架空引き込みをしてそれ以降を地中を経由して建物内へと電気を引き込む方式ということでハンドブックにもですね安全性やまあ現実的な部分も含めて良いとされていますと書いていましたので一応チェック必要じゃないかなと思いますでは次いきますはい次に感染と分岐回路ということなんですけども まずこちら電柱から引いてきた線、電気は電気メーターボックスというものを通過して室内の分電盤というところへ送られますねまず分電盤ちょっと右にちっちゃい写真載せておきましたけどもいわゆる皆さんがあのブレーカーとかですね各あの部屋のスイッチをあのパチパチってやるとかですねその盤を分電盤と言いますそして一応補足ですが大規模な建物では 受変電設備から各階やブロック別に設置した分電盤などへ送られるということですねはいこちら重要なワード3つ確認しておきたいのですがまず幹線というのはですね電気の引き込み点要は引き込んだ場所から分電盤などの盤類までの電路のことということですね電気が通る通路のことですねはいこちら幹線と言いますそして次に分電盤の設置場所ですね こちらもハンドブックにしっかり書かれているのですが、感染に、今解説した感染に近く、負荷がかかる中心に近く、点検のしやすい場所ということで、大体ですね、あの、リビングダイニングとかがあるような階に置いていると思います。まあ、よくあるのがですね、玄関入ってすぐの場所だったりとか、まあ、洗面室にあったりもしますよね。はい、分電盤の設置場所、一応覚えておきましょう。 そして最後にですね、一番大事なんですけども、3路スイッチですね。こちらは試験でも本当によく出るので、必ず覚えておく必要があります。こちら意味ですけども、離れた2つの場所ですね、2箇所で、例えば具体的に1階とか2階、この2箇所から所定のライトのオンオフができるスイッチのことを3路スイッチと言います。ということで例を出してみたんですけども、2階廊下のライトのスイッチを、例えば1階の 階階段下そして2のの寝室の前どちらからでもオンオフができるスイッチこれを3路スイッチと言いますさらに補足ですけども4路スイッチっていうのも出る可能性があるのですがこれは3か所以上の場所でライトのオンオフができるスイッチということで3路スイッチなので3か所でできるって思わないようにしておいてください3路スイッチは離れた2つの場所ですねはいいかがだったでしょうか 今回も理解するのがなかなか大変な分野だったかと思いますけども、はい、今回の第7章「○ 5の目次なんですけども全部で8つに分けておりますちょっと多いんですけども上から言っていきます。丸1名書紙・暗書紙について丸2色温度について3炎色性について4抗原ランプの種類について5家庭用照明器具について6建築家照明について 丸7、証明方式について、丸8、デザイナーズ証明についてということで、全部で8つ、ちょっと長いんですけども、やっていきます。それでは早速本題入っていきますね。まずは、明暗順能についてということで、皆さんすでにですね、明順能、安順能はですね、学習していてご存知かと思うんですけども、今回はですね、名書士暗書置というものをやっていきたいと思います。こちらですね、まずは人の目の能力の話なんですけども、 まず晴れた日中の10万ルクスから0.1ルクスっていうですね月明かりよりもさらに暗い星明かりまで私たちの目はその明るさに順応できる能力というものを持っておりますそしておよそ10ルクスを境としてさらに明るくなるに従ってものの形状であったりとか色っていうものは見えやすくなりますよねなのでそれをですね名所置と言います 次にですね、0.01から0.001ルクス以下のものの輪郭が見えていても色が見えにくい要は暗い場所ですね。そういう状況下を暗所子と言いますので、皆さんが既にご存知の明順の暗順のとは少し意味が変わってきますので、こちらも合わせて覚えておきましょう。はい、それでは次いきます。次に色温度についてですね、こちらはすごい重要な分野なんですけども、色温度とは一般証明の光を オレンジ色の暖かい光光、であったたりとか、青白い冷たい光い冷ろんな色の光があると思うんですけどもこれらの色味をですね具体的に数値化したものこれを色温度と呼びますそしてその表す単位はケルビンというものを使います次ですね一番下に大事な部分が書いているんですけども光源の色温度は色味が温かみを増すほど低くなり 青白みを増すほど高くなっていきます。これどういうことかと言いますと、右の写真を参考にしていただくとわかりやすいと思います。まず下のですね、この電球色と言われるオレンジ色の光ですね。こちら見た目上はオレンジなので暖かいような雰囲気なので、色温度も高いっていうふうに思われがちなんですけども、オレンジ色になればなるほど色温度が低いという言い方をします。そして逆にですね、 この上の写真の蛍光管みたいなのを手で持ってる方はこちら青白いので色温度が高いというふうな表現をしますはいこちら間違えないように注意してくださいそれでは次に具体的な数値を見ていきたいと思いますはい色温度の参考表ということでですねまず左側に書いている5 0 0 0ビンの白色光を境にそれより暖かみを増すと色温度は低くなって青白みを増すと それは色温度が高いといいとととうう表現をしますということです、ね、ここでねれ先ほども言ったんですけども、まずですね、5 0 0 0ケルビンのところを見ていただきますと、よくですね、あの電気屋さんとかでも見かける、中白色とかですね、中白色蛍光灯とか書いているんですけども、いわゆるちょっと青白っぽい目の光のことですね。 そして基準としてはですね、6000ケルビンになりますと、日中のですね、これ太陽光、自然光がこの6000ケルビンあたりに当たります。逆にですね、下の方、色温度を下げていきますと、ろうそくの炎ですね、もう誰が見てもあれはオレンジ色だと思うんですけども、あのオレンジ色は約2000ケルビンぐらいってことですね。そして3000ケルビンになりますと、我々が言う電球色というものですね。 あれも黄色からオレンジに近い光だと思うんですけども、はい、このように2 0 0 0ケルビン、3 0 0 0ケルビン、4 0 0 0ケルビンとですね、数値が増えていくにつれて青白く光は変わっていくということです。はい、これが色温度ですね。それでは次いきます。はい、次に炎色性ですね。炎色性も先ほどの色温度と同じくらい大事なんですけども、 炎色性と2つの炎色評価数についてということで炎色性とは照明で物体を照らした時に自然光が当たった時の色をどの程度再現しているかを表す指標となります一般的には平均炎色評価数かっこ RA というものを使って表してます RA100 というものは自然光が当たった時と同様の色を再現していますよということを意味します。なのでですね、基本あの写真を撮る方とかですね、特に料理の写真を撮る方なんかは自然光にこだ,わこだわる方すごい多いですよね。それはやっぱりですね、ものが一番自然体に映ったりとか、食べ物が美味しく見えるっていう自然光の力があるんですけども、 なので RA100 というものが自然光が当たった時と同様の色を再現するってことですね。はい。そして2つの炎色評価数についてなんですけども、まず一般的に使われるのがですね、平均炎色評価数というもので、こちら上記で述べたもので RA を使って表します。続いて特殊炎色評価数というものもあるんですけども、こちらはですね、基本的に覚えなくて大丈夫だと思います。 ただしですね、試験では3択の一つとして出題される可能性というのは十分にあります。なので、一応言葉はですね、知っておいて、主に炎色性というのは平均炎色評価数の方を指すのが一般的ってことだけ覚えておけばですね、大丈夫だと思います。はい。そして右側に1点補足ですけども、次数規格ですね。そちらの方では、住宅は RA80 以上というものを推奨していますということで、 まあ、RA100 が自然光が当たったときと同様の色味を再現するということなので、割と自然光に近いような明かりの質をですね、推奨しているということになります。はい、それでは次いきますね。はい、次に光源ランプの種類ということで、5つの照明ランプについてです。まず最初はですね、白熱電球ですね。こちらは一番身近な電球という形だと思うんですけども、ハロゲンランプも含みますということで、まずですね、 メリットとデメリットを分けて書いてみましたまずメリットから読み上げますまず電球自体が安い次に炎色性が高い次に点灯時にすぐ明るくなる最後低気温でも安定した点灯ということですね次にデメリットも同じぐらいあるんですけどもまず消費電力が高いそして電球の寿命が短い こちら1000から2000時間程度と言われていますね。なので変えるペースはですね、結構早いと思います。次に発熱する。白熱電球、熱くなりますね。そして最後、省エネルギーの観点からよくありませんということですね。この4つですね。なのでメリットでいうところの、まあ、電球自体が安いっていう部分はですね、そんな出題されないと思うんですけども、炎色性が高いであったりとか、点灯時にすぐ明るくなる。 低気温でも安定した点灯。この3点はすごい注意が必要です。よく出ますね。はい、デメリットの方も、まあ、イメージ湧くと思うんですけども、必ず覚えておいてください。はい、それでは次いきましょう。はい、次に蛍光ランプについてですね、いわゆる蛍光灯とか言われたりしますけども、まずこちらの特徴が、長寿命でランプ効率も高く、 家庭では関係蛍光ランプに乳白色のカバーをつけたシーリングライト器具で全般照明を得ているということですね。まあ、このシーリングライト器具ですね、天井にへばりつくタイプの照明器具ですけども、まあ、使われている方は結構多いんじゃないかなと思います、はい。そして補足で蛍光ランプはですね、覚えることたくさんあるんですが、点灯させるのにまず安定器というものを必要として、3つの点灯方式というものがあります。 こちらはは次のページで解説します。はい、それでは蛍光ランプのメリットデメリットなんですけどもまずメリットはですね、まあ、先ほどの白熱電球と比べるとですねもう雲泥の差なんですけども長寿命はまあおよそ6000から2万5000時間結構幅が広いんですけども、まあ、種類によって違うということで、まあ、それだけ長寿命ですよということそして一等で隅々まで影をなく明るくさせることができます。 まあ分かかりりやすすいのはコンビニとかですよね。もう影がありません。次に一般的に普及している3波長型のもので RA80 を実現していますということですね。炎色性が高いということです。はい続いてデメリットですけどもこちらまず価格が高いそしてその後から注目ですね。店頭に時間がかかりますそして低気温では明るさに影響が出やすい最後に水銀が含まれており環境によくないという点ですね。 なので、点灯に時間がかかるとかですね、低気温では明るさに影響が出やすい、この辺はよく覚えておいた方がいいと思います。はい、それでは次行きましょう。はい、それでは蛍光ランプの3つの点灯方式についてを解説したいと思います。まずはですね、スターター方式といって、まあ、一番古いタイプですかね。グロースターターという点灯管というものがまず必要で、点灯するまでに3秒ほど時間もかかる。 そししてスイッチをオンした状態から点灯するまでこちら時間がかかってまた若干ちらつき要はスイッチを押してからパンパンパンっていうふうに昔の照明器具ってなんかなったと思うんですけども、まあ、昭和生まれの人は多分分かりますよねはいこちらスターター方式ですね続いてラピッドスタート方式というものなんですけどもまず前提としてこちら点灯感はいりません では読み上げます。スイッチを入れてから点灯するまでの時間が早く、安定期が点灯間の役割も果たしてくれるということですね。故に、多数ですね、この蛍光灯を取り付けたい環境、例えば事務室であったりとか店舗ですね、そういうところで多く使用されていますということです。はい、そして最後ですね。 高周波点灯方式ということで、HF 型と書いているんですけども、こちらインバーターというのは皆さん聞いたことはあるんじゃないかなと思うんですが、電子安定器というインバーターですね、によって交流電源を一旦直流に変換し、さらに高周波で点灯させる方式ということで、 専用のですね、HF 型という、まあ、高周波専用のランプとの組み合わせを用いますと、よりランプ効率を上げるということも可能になりますということですね。はい。なので、この3点のですね、点灯方式は、えー、蛍光ランプ、しっかり覚えておきましょう。はい。それでは次いきます。次に HID ランプですね。HID ランプの特徴についてですけども、まず、高輝度放電ランプであり、 高圧水銀ランプ、メタル、ハライドランプ、高圧、ナトリウムランプなどの総称なんですね。そして、この hid ランプは一等で大光量を得ることができます。はい、こちらの hid ランプもですね。放電を安定させるために安定器というものが必要となっております。はい、こちらもメリットデメリットを分けて書いているのですが、メリットはですね。そこそここちらも長寿命ということですね。 もちろん LED とかと比較すると短くはあるんですが一般に1万時間前後です。なので競技場であったりとか大型ショッピングセンターなどの使用に最適な光源であるということで今 線を引いているんですが競技場や大型ショッピングセンターなどって書いている場所ですね具体的な場所がヒントとして出る可能性もありますので HID ランプのメリットとして覚えておきましょう続いてデメリットなんですがこちら発光管が高温にならないと光を放射しないため数分から十数分は点灯が安定しませんということでこれ結構大きなデメリットですよね 例えば停電が起きてしまった場合にこの数分から十数分が点灯しなかった場合ちょっと困りますねなので蛍光灯であったりとか LED 電球と併用しておくとそういう際には便利ですよということですなのでこの辺も合わせて覚えておきましょうはい次いきます次は HID ランプの中のメタルハライドランプについてちょっとだけ深掘りをしてみたいと思いますまずメタルハライドランプっていうものは 高圧水銀ランプの内観に金属ハロゲン物質を添加することで、ランプ効率と炎色性を改善し、高輝度、省電力、そしてこちらもそこそこ長寿命というのが特徴のランプとなります。そしてですね、このメタルハライドランプ、実は種類がもう一つありまして、こちらの方もですね、しっかり覚えておいた方がいいかと思います。それがセラミックメタルハライドランプというものなんですけども、 メタルハライドランプの中でより発色のばらつきが少なくランプ効率炎色性に優れたものということで炎色性は RA70 から97ほどということですねなので97となるともうかなり自然光に近いような照明の質っていうことですねはいそして先ほどからランプ効率という言葉がちょくちょく出てきているんですけどもこちらもですね一応意味を書いておきました ランプ効率はある照明機器が一定のエネルギーでどれだけ明るくできるかというのを表す指標となりますはいさらにですね一般のメタルハライドランプというものは点灯方向ですねどの向きにあの光を照射するかっていう向きなんですけども例えば上向き横向き下向き などの制約があるのですが、今紹介したセラミックメタルハライドランプというものは、点灯方向の制約がないというメリットがあるんですね。なので、こちらも合わせて覚えておきましょう。はい、それでは次いきます。はい、次に皆さんご存知の LED ですね。まず LED についてということなんですが、こちらですね、ハンドブック下巻の174から177ページまでもうぎっしり LED について書いてるんですね。 そして参考という欄がとても多いのでここはですね必ず目を通して大事だなという部分だけはマーキングしておいた方がいいかと思いますでは LED についての解説ですけども発光ダイオードとも言われて直流電気を通すことで光る半導体のことですねなのでこの発光ダイオードと半導体どちらも出る可能性がありますのでチェックですそして青色 LED は 寿命が蛍光灯の4倍で消費電力は従来の白熱電球と比べて10分の1ということでこの 蛍光灯との比較、そして白熱電球との比較ですね。これらも出る可能性が十分にあるので覚えておいた方がいいかと思います。それではですね、次 LED ランプですね。具体的なランプについてを解説したいんですが、皆さん一番馴染みがあるのがこの電球型の LED ランプだと思うんですけども、こちらの口金っていう部分ですね。そこは主に E26 という方と E17 という方があります。まあ、あくまで基本的な。 部分ですねそしてランプ寿命こちらもよく出るのですが4万時間のタイプが主流であるということでかなり長寿命のランプとなっておりますなのでこの部分は間違えることないと思うんですけども一応覚えておいてください はい、そして最後ですね補足で電球の性能表示に関するガイドラインをまとめているところが一般社団法人日本電球工業会ということなんですがこちらは結構マニアックなので出題はされないと思うんですが、まあ、一応テキストには書いていますのでねあの出る可能性も十分にあるということで補足として言っておきますそれでは次行きましょう次に有機 EL パネルですね オーレットとか OLED というんですけどもこちらはですね今後期待されている光源 OLED についてということなんですがまずそもそも EL とはですねエレクトロルミネッセンスという言葉の略でこちら向き有機有タイプというものがあります特に照明光源として期待されているのが有機 EL パネルの方であって でこちら発酵の原理がですね LED に似ているんですねそのことから OLED と呼ばれますでは OLED の特徴なんですけども直流の低電圧で駆動し赤緑青の発色する蛍光体を積層してさまざまな色光や炎色性の高い白色光を可能とする。 調光・調色を容易に行え、透明のパネルにすることもできるということで、この試験はですね、調光を容易に行えるものは何かとかですね、結構そういう問題好きなので、その辺もですねしっかり覚えておきましょう。はい、それでは次いきます。次に家庭用照明器具ですね、屋内照明器具についてということなんですけども、まずですね、シーリングライトを書いてみました。 こちらは先ほども出てきましたが、天井に近づけされる器具で簡単に装着できる乳白カバー付きの全般照明器具のこと。全般照明というのは後で説明します。今までは蛍光灯が主流だったんですけども、今では LED シーリングライトが主流になりましたということですね。はい、この辺は大丈夫だと思います。次にダウンライトですね。こちらもダウンライトはイメージできると思うのですが、天井埋め込み型の器具で、 開口が小さいものを一般的にダウンライトと言います。また、スポットライト機能を内蔵させたものもあって、振り角、要は振り幅の大きさによって、ユニバーサルであったり、アジャスタブル、ダウンスポットなどと呼ばれますということでですね、基本的にダウンライトを答えで求められることは少ないと思うんですけども、主にですね、例えばダウンライトの種類は何かとなったときに、 ユニバーサルとかアジャスタブルダウンスポットですね。これらを選べるかが重要になってくると思いますので、しっかり覚えておきましょう。二次試験にもこちら必須の知識となります。はい。では次いきます。続いて、天井吊り下げ器具ということで、一般的に一等用のものをペンダント、多等用をシャンデリアと言います。そして、食卓にペンダントライトを使用する際はですね、照明器具を 食卓の面から約70センチ上の高さに、器具の仮面が来るように取り付けることを目安にするということで、要は照明器具を天井からどれぐらい垂らすかっていうことなんですけども、いわゆるですね、食卓面から約70センチ上の高さにつけるということなので、結構天井寄りの上につっている方も多いかと思うんですが、実はペンダントライトっていうのは、割と食卓に近づけて設置をしますよということですね。 はい、こちらも二次試験に、ね、出てきますので、まあ、約7 0ンチということは覚えておいた方がいいかと思います見た目上もです、ね、こちらの方がすっきりしますしとてもおしゃれな印象が出るかと思いますはい続いて建築家証明なんですけどもこちらはすごい重要で、まあ、おそらく今年も出るんじゃないかなと思いますということで説明していきますまず壁や天井など建築の躯体の中に光源を隠して証明する手法で 近年の試験でははよく出題はされています。ちなみに3種類を覚えれば大丈夫ですので、しっかり覚えておきましょうということで、まずその3種類がですね、後部照明というものと、後日照明というものと、バランス照明というものでできています。まず後部照明から説明します。折り上げ天井などの中に光源を隠し、天井面を広く照らすことで関節光を得る手法ということですね。 注意しなければならないのは天井面を広く照らすということですねはいこちらどこを照らすかっていうところを注目していただくといいと思います次にコーニス照明ですねこちらは壁面の上端などに光源器具を連結して設けて主に壁面を広く照明する手法となっています最後にバランス照明ですね こちらは壁面の適当な高さに遮光板を設けてその裏側に光源を隠す形で壁面や天井そして床の一部もバランスよく明るくするという形で覚えるといいと思います。はい、なのでこの3種類覚えるのはそんなに難しくないと思うんですが多分ですね今年も出るんじゃないかなと思いますのでしっかり覚えておきましょう。ははい、それでは次行きます。 次に、その他家庭用照明器具ということで、ブラケットですね、こちらは壁に近づけする器具を一般的にブラケット照明とかですね、ブラケット照明器具と言います。次に、足元等の取り付け高さということで、近年ですね、高齢者に対しての,あの出題が非常に多いので、こちらも注意しておかなければならないんですけども、 足元等の取り付け高さは床面や階段の踏み面を照らすもので床から15から3 0ンチ程度の高さに取り付けましょうということですそして最後に卓上スタンドライトの A 型と AA 型というものなんですけどもまず卓上スタンドライトの中で実規格に行って机上の照度が規定されているタイプには A 型というものと a A 型というものがあって A 型の方は大きい文字などを比較的に短時間見る場合、そして A、A という A が2つつく型の方はより明るいものなんですね。なので小さい文字などを長時間見る場合に進められる目安となりますということですね。こちらも一応で覚えておくといいんじゃないかなと思います。はい、それでは次いきます。次に証明方式ということで4つの証明方式を覚えていきます。 最初全般証明方式というものですね。こちらは空間全体を平均的に明るくする証明方式で、例えばコンビニであったりとか事務空間などがいい例ですね。はい、家庭であればシーリングライト、これが全般証明に当たります。次に局部証明方式ですね。こちらはスポットライトであったりとかスタンド器具などで特定の狭い範囲を明るくする方式ということですね。 まあ、イメージははしやすすいいいのではないかなかと思います次、タスクアンビエント照明方式なんですけども、こちらはですね、主にオフィスとかの作業面、要は机上の作業面とかに使用するものなんですけども、全般証明というものが基本的に天井にあって、プラス作業面の局所証明を併用する方式ということですね。 私今実はこれビジネスホテルにいるんですけどもここも全般照明ちょっと暗いんですけど、まあ、ダウンライトがあってそれプラス作業面の局所照明今ここにブラケットがついてるんですがこれを局所照明として併用している方式となります。 はい、最後に局部的全般照明方式ということでちょっと言いにくい名前なんですけどもこちらは作業面などに器具を重点的に配当してそこを高焦度で照らすことによって空間の全般照明も兼ねる方式ということですねなので今こ作業面なんですけどもここの周りにですね例えば上とかでもいいんですけどもまあ照明器具というものを重点的にまあ置いて でそしてここを高照度、机を高照度で照らすことによって、もう空間には全般照明を設けず、ここの光だけで全般的に明るくしましょうというようなイメージですね。まあそこまでこの極部的全般照明方式は出ないかと思います。一応意味だけ知っておきましょう。はい、それでは次いきます。はい、次にデザイナーズ照明器具ですね。まずは右下に書いてある補足の部分から読んでいきたいんですけども。 過去にデザイナーズ証明の問題はよく出題がされていました。まあ、これらがですね今年出るかはわからないんですけども知っていると有利になるかとは思います万が一にですね今左に書いているもの一つも知らない場合はですね万が一出題された場合多分一つも答えられないで終わっちゃうんじゃないかなと思いますので、まあ、これぐらいはですね最低限覚えておきましょうということでまず述べていきます。 はいまず最初、イサム・ノグチですね。こちら第3章、日本のインテリアの歴史にも出てきているんですけども、このイサム・ノグチの代表シリーズとして、明かりシリーズというものがあります。次、ポール・ヘニングセンアーティチョークや PH ランプですね。この PH ランプはすごい有名ですよね。はい、続いて、ポール・クリスチャンセンのレ・クリントという照明器具なんですけども、こちら、あの空の あの雲みたいな形をしている照明器具なんですけども、まあよくですね、あのレプリカも売っていますね。次に、ミケレ・デ・ルッキのトロメロというスタンド照明ですね。こちらデスクランプとして使うものなんですけども、こちらも一応覚えておいた方がいいかと思います。そして最後、カスティリオーニ兄弟のアルコランプということで、とても重厚感のあるですね、大理石とあのメタルみたいな、えー、素材を使っているものなんですけども、 こちらもよく出題がされておりましたなのでですねこれら著作権の観点から写真はちょっと貼れないんですけども是非画像で検索をして一度見てみてくださいってことですはいいかがだったでしょうか今回、はい、まず最初にこの動画の第8章の目次ですね1設計図書について2設備図平面表示記号について3立体表現について キャドについてということで補足でですすね毎年似たような出題傾向です第8章はとにかく過去問を解いて昨年に出なかったワードであったりとか表示記号ですねこれらを特に覚えておいた方がいいかと思いますまあ2年連続同じ問題が出る可能性は少ないっていうことですね はいなのでこの分野は2次試験にも大きく関わってくる分野です。1次試験を終えた後も再度勉強をし直しましょうということですね。では早速本題に入っていきます。まずは設計図書についてということでよく出題される図面について解説したいと思います。まずは平面図。この図面はですね大体の方がもうご存知かと思いますけども解説します。設計図書の中で最も中心的な存在の図面で空間を 1 0 0センチから1 5 0センチ程度の高さで水平切断した状態を上から見下ろした図ですね。水平投影図とも言います主に1対100って書いてるんですけども、主に100分の1や50分の1で作成をし、50分の1のものは平面小サイズと呼ばれます。 ということで皆さんがですね一次試験合格した時に次二次試験でですね書くものはこの50分の1の平面小サイズとなりますなのでですねしっかりと覚えておいてくださいはい次にですね建物の垂直方向を表す断面図と金ばかり図の説明をしたいと思いますまず断面図こちらは建物の垂直方向の断面を示す図面となります 主に建物主要部の高さ寸法や屋根天井の形状を表示します縮尺は100分の1がよく使われるとのことですまあ断面図が求められるよりはですねこの後のですね金ばかり図がよく出題されますので今度そちら読みますね金ばかり図は断面詳細図と言われ上記の断面図の一種です断面の詳細を表す図面なので躯体と仕上げの関係であったりとか 各部の収まりなどを寸法もつけて表すものになります。なので、縮尺はですね、先ほどの100分の1よりさらに細かく書かなければいけない20分の1とか1 30分の1の図面となりますよとのことです。そして、先ほども言いましたが、一次試験で出題される場合はですね、断面図の場合、この金ばかり図がよく出ますので、注意しておいてください。はい、それでは次いきます。はい、次に展開図ですね。 こちらは室内の立面を天井と床を除いた4面で表す図面のこと役割としては各壁面の構成を表すことで開口部の位置であったりとか大きさそして造作などを明示するのに役立ちますとのことで補足がですねサイコロを解体したみたいな図面で各壁を ABCD と表記をしますとのことではい こちら今展開図左下にですね、表を載っけているんですけども、今現在皆さんがいる空間もですね、壁4つついているところがほとんどなんじゃないかなと思うんですけども、特殊な空間じゃなかったら囲われていますよね。その壁の面をですね、A, B, C, D とつけて、それが今どのようなですね、形状であったりとか構成ですね。例えばこの B の面には縦ぐ窓がついていますよとかですね、D の 壁には、えー、扉がついていますよとかですねそういうものをですねあの知るのに役立つ図面となっております次に伏せ図ですねこちらはちょっと覚えておくポイントがあるのでちょっと文章長めなんですけども読んでみます主にこの試験では天井伏せ図が出題されますこちらは天井の照明器具の大きさであったりとか配置ですねさらに天井付きのカーテンボックスの表示など天井の平面図みたいなもの とと思思っていいいいたただけたらいいと思いますそしてですね注意点が次に書いているんですけども試験で出題される場合は平面図と見比べた際に同じ空間の平面図ですね「伏せ図」は上下反転した図面であるなどとよく出てくるんですね平面図と伏せ図見た時に上下反転させた図面であるっていうのがよく出てくるのですがそれが間違いですなので反転した図面ではなく 天空かからら屋根を透したたた図面とと思思っていただけたらいいと思いだけますなので平面図と同じ方向での表記となりますとのことでちょっと文章で意味分かりにくいかと思いますので平面図のですね照明器具の位置見ていただいたらと思うんですけども今平面図と布せ図を見ると同じ位置に照明器具、まあ、仮にダウンライトとしましょうかが取り付けられているとしますなので平面図布施図どちらも同じ位置にきちんとついていますね これ反転してですね、伏せずの方があの鏡で見たような状態にはなりませんということで覚えておいてください。まあこちら過去問とかですね、実力テストなどやっていますとおそらくまあ出ているんじゃないかなと思いますので確認をしておいてください。 はい。それでは次いきます。次に設備図などの表示記号ですね。よく出題される表示記号ということで、こちらですね。よく出題される記号をですね。まあ、下記に名前を書いておきますので、お手持ちの教本でですね、ぜひ覚えてくださいということで、まあ、この表示記号をですね、このスライドに載せてもいいんですけども、まあ、テキストで見ても結局一緒なので、なのでですね、そちらで覚えてくださいということで、ポイントはですね、 全て覚えるのは大変なので、主要なものかっこ、主によく平面図で使われる記号を覚えましょうとのことですね。次に立体表現についてということで、皆さんこの試験を受ける際にですね、二次試験でパースというものを、透視図法なんですけども、聞いたことないでしょうか。はい、このパースもですね、一応3種類ありますので、書いておきました。では上から読んでいきます。 平行投資図法というもので点図法次に有格投資図法点図法そして最後に斜投資図法点図法ということでですね一応名前を覚えなければいけないんですけどももし皆さんが1次試験を突破して2次試験に行かれた際に出題される可能性があるものは 一番上のですね、この一焦点透視図法、平行透視図法といわれるものになります。はい。当二次試験でも出題されている投資図法です。正面から見ている構図に奥行き感を出す効果があるということですね。今右下に書いているこの電車の A ですね、これがですね、えー、一焦点透視図法となっています。これパソコンのですね、ただマウスでもちゃっちゃっと書いただけなんですけども、まあ、見ていただくと、ここに焦点というものがありまして、 この電車の奥行きですね、この奥行きに関する線はすべてこの焦点というものに集まっていて、あとは基本的にですね、水平の線と垂直の線、これも全部水平ですね、この線路の。で、奥に向かうのは当然奥行き線なので、この焦点にすべてが向かうというですね、線の区別をつけていくと、え皆さんも書けるようになる図面です。はい。 そしてですね今一次試験に関してはこの名前をですねしっかりと覚えておきましょうということになりますのではいとりあえずこの一次試験が終わったら、えー、書く練習ですねこの図面を書く練習っていうのも、えー、やっていきましょうでは次いきますはい次に軸測投影図法と斜投影図法三面図ということなんですけども5つの図法の特徴を覚えましょうということですね こちらですねちょっとまあ省略させていただいたんですけどもテキストでですねえしっかり見ていただいて角度とかですね各辺の長さですね例えば今この絵があるならばこの辺の長さとかですね今これちょっと斜め向いてる状態なんですけどもここの角度であったりとかですねそういうものを見てどの図面かっていうのをですね答えなければいけない問題が出題されますのでそこの部分細かい部分はちょっと本見てもらいたいんですけどもまず軽く説明します。 軸足投影図法というものがありましてこちら「アイ染メ図」というものや「アクソの目」「アクソメ図」とか言ったりするんですけどもこれらが出題されますそして皆さんが2次試験で出題されるかもしれないのがアイソメ図の方になりますね次に「斜刀映図法」ということでこちらは「キャビネット図」や「カバリ絵図」が該当してきますはいこれらはですね2つ仲間と思っていただけたらいいと思います次に三面図ですね 言葉の通り家具などを3方向かっこ正面であったり平面いわゆる真上から見たところの絵そして側面を見た絵を描いてですねその家具の正面平面側面から見た状態を示す図面となっておりますそして主に家具に使われる図面なので試験で家具によく使われるというワードが出たらこれを疑うといいかもしれません はい、こちらもハンドブック下巻の227から231ページの図表を実際に見てみましょう。はい、それでは次いきます。次に、インテリアコーディネーションと CAD ですね。CAD で覚えるべきはズバリ用語ということで、まず CAD とはですね、まあ、結構使われている方も多いと思うんですけども、コンピューターエイティドデザインの略称ですね。コンピューターで設計や製図をすることとなります。 はい、補足で 2DCAD こちらは2次元の製図や 3DCAD こちら3次元の機能を持つそして 3DCG などソフトが複数ありますとのことです、はいまあ、ソフトに関してはです、ね、そんな問われないと思うんですけども次に CAD の用語ですね下に今まとめてるんですけどもこちらの方は十分に出る可能性がありますので大事な部分だけですねちょっと抜粋をしました まずそもそも 2D、3D の違いですけども、えー、図面などを平面で扱うものを 2D そしてですね奥行き感であったりとか立体を扱う場合これ 3D という表現になりますこれはなんとなくですねあの雰囲気でも意味は分かるんじゃないかなと思うんですけども、はい、これらも出題される可能性がありますので前提としてですね知っておきましょう次にグリッドですね グリッドは操作画面上に表示される格子状の線のことですね。こちら、例えばスマホであったりとか、まあ、デジカメ持ってる方でもわかると思うんですけども、グリッドを表示させるとですね、まあ、水平とかですね、垂直とかそれがわかりますので、写真がき綺麗に撮れますよということで、この CAD でも使われるということですね。はい、次にライブラリなんですけども、ライブラリは CAD ソフト上での部品登録機能で、 繰り返し使う部品をまあ登録をしておいて必要な時にそれをですねまたすぐ使えるようにして作業のですね省力化が図れる機能ということでまあパソコン使っているとですねショートカットキーとかあの使う方も多いと思うんですけどもいわゆるまあそれに似たような感じで作業の省力化が図れる機能をライブラリーですね次にレイヤーなんですけどもこちらもですねもう使っている方は分かると思いますがこれ画像のことでそうですね CAD では図面を複数の画像に分けて作成をしますとのことで、まあ、この CAD 以外でもですね、例えば YouTube をやっている方であったらサムネイルというものを作るんですけども、まあ、そういうですね写真をちょっと加工したりとかですね、そういう時にも使われるもので、画像のこと、レイヤーですね。も知らない方はそれイコールで覚えておきましょう。はい、それでは次いきます。3DCG の用語ですね。 3DCG によく出題される用語ということではいまずはですねウォークスルーですねこちら一番出題されているのではないでしょうか、えー、CAD で作ったインテリア空間の中を実際に歩いているかのように視点からの景色を表現するものですねなのでもう言葉の通りですねウォークスルー歩くってことですねはいなのでこちらよく出題されますので出たらですね必ず正解してくださいね 次にレンダリングこちらもすごい重要な作業なんですけども 3D 形状を作ってですねで主にその作ったものに色であったり質感光影などの表現を加えることですねすごい重要な役割があります次にモデリングこちらは 3DCG を制作する過程で形状を作成することということで、まあ、そこまで重要ではないかもしれないんですけども割と言葉の通りですね 次最後にワイヤーフレーム。こちら右上に車の写真を載せていて、まさにこれがワイヤーフレームなんですけども、3D 形状を線のみで表した状態のこと、をこれワイヤーフレームと言います。はい。これ言葉で聞いてもいまいちあの理解しにくいかもしれないので、おそらくテキスト読んでもですね似たようなことしか書いておりません。なのでですね、画像検索を一個一個してもらうとですね、 意味が割とわかりやすいと思いますので、これらは言葉と目で確認することをお勧めいたします。はい、それでは次行きましょう。3D CG を作成する工程ですね。まあ、一応ですね細かい補足も書いているんですけども、丸一まずモデリング、丸二表面材質の設定、丸三光源の設定、丸四アングルの決定、丸五 レンダリングということでして、まあ、細かい部分はですね見ていただいたらあなんとなくあのこういう順番でやるのかっていうのが分かると思うのでここはですねここで読んでいただけたらと思うんですけども一応ですね作成する工程も出る可能性十分にありますからこの1から5のですね流れだけは頭に入れておくといいんじゃないかなと思いますはいそれではこれで終わりになるんですけどもいかがだったでしょうか第、はい、まず第9章の目次ですね 建築基準法の概要2室内の放棄について3地下室について4インテリアの関連放棄について5イ,インテリアの関連マークについてということで毎年そここでの1点は積み重ねるととても大きくなるのでなるべくですねもう正解するようにして間違いは減らしていきましょう。 特にインテリア関連のマークですねこちら一番最後に出てくるんですけどもこちらは徹底的に覚えておくことをおすすめしますこちら普通にですね4問出る可能性がありますのでそれだけで4点ですからねはいでは注意事項はここまでで早速本題に入っていきますまずは建築基準法の概要についてですね初めに覚えておきたい2つの規定ということで補足はですね建築基準法はかなりややこしく複雑です 大事な部分のみをししっかりととと覚えていきましょうということで過去問などを見ていただくとですねこの建築基準法についてよく出てきますのでその過去問に出てきていることは本当に毎年のように出てくるのでしっかり覚えておきましょうということですねではまず単体規定と集団規定というものがあるんですけどもこちらの解説からしていきますそれではまず単体規定は全国的に適用されている規定 であって、建築物の安全及び衛生に関するものや、建築物の構造や大力、防災、防火、居室の採興や換気、設備などの規定がありますということで、インテリア関連の規定はもうこちらになりますということですね。単体規定の方ですね。 はい。皆さん、こちら環境工学の章とかでもいろいろ学んだと思うんですけども、それらがですね、この単体規定というものに、あの、ほとんどが入りますということですね。そして次に、集団規定ですけども、こちらは都市計画法、さっき全国的にでしたけども、今回都市計画法で定められている都市計画区域内だけに適用される規定で、市街地における居住や産業活動などに関する環境の確保のほか、 用途地域、高さ制限、容積率、憲兵率、建築確認申請の手続きなどの規定がありますということですね。なので、土地計画法で定められているものということで、集団規定ということを覚えておきましょう。はい、それではこの2点を頭に入れた上で、次に進みます。はい、次に用途地域についてですね。こちらはですね、宅建試験とか受けるとなると、もう細かく覚えなくてはいけないのですが、 まあこのインテリアコーディネーター試験に関してはですね、割とざっくりでいいと思います。それでは読んでいきますね。用途地域で覚えておきたいことのまとめということで、そもそも用途地域とはですね、計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリアのことで、 例えば、住居、商業、工業など、市街地の大枠として土地の利用を定めるものですということなんですけども、ちょっとこれだけだと意味わかりにくいかなと思いますので、軽く補足の説明しますと、例えばですね、仮に A という町があったとしてですね、皆さんがそこの町のトップ、いわゆる町長になったとしましょう。そうしたらですね、例えばこの地域は主に人が、例えば健康的に生活できる住居スペースにしようとか、 さらにこのエリアに関しては買い物などもできるように商業的なスペースにしようとかこの不便な地域はもう一体工業をもう地帯にしてしまおうかなどですね街をいろいろと区切ってもうエリアごとに地域を作っていくと思うんですねはいそして今のはまあ大きく3つの地域に分けただけの例なんですけどもそれを実際の法律の中では13の地域に細分化をしているというイメージですねこれが用途地域になります ははいではですねこのままスライドの流れに戻るんですけどもこちら13種類の用途地域ってそもそも覚えなきゃならないのっていうふうに聞かれるかと思うんですけども答えはですね出る可能性は0%ではないんですけどもこれも結論覚えなくていいと思いますなのでこれらの用途地域ごとにその地域には建てられない建物であったりとか高さの制限そして建築計画の基本的な部分に対する規制が定められていますということですね なので、用途地域はまあ13の地域に分けられたエリアということを覚えておきましょう。はい、それでは次いきます。次、建築確認申請についてですね。先ほども出てきましたけども、建築確認申請は実はよく出題されます。そもそも建築確認申請とは、都市計画区域内で建築物を建てたり、増築したりする際、それが建築基準法の規定にちゃんと収まっているか、従っているかの確認をするための審査なんですね。 こちら義務付けられています。なので実際に家をですね、建てられた方、土地を買ってその上に家を建てた方なんかは、この建築確認申請必ずやっていますので、イメージが湧くんじゃないかなと思います。はい。ただしというふうに書いてるんですけども、防火地域や準防火地域に指定されていない地域であれば、10平米以下の増築や改築、 その場合はですね、申請しなくていいですよということで、これ含まれないって書いてるんですけども、ここ、あの、よく本当に出題されますね。それでは次いきます。次に各種面積割合ということで、まあ皆さんもすでにですね、あの、本を読んで分かっていると思いますが、一応読んでおきます。まず建築面積ですね。 こちらは建築物の外壁で囲まれた部分の水平投影面積ということで、まあ、上から真上から見下ろした時のですね、建物が立っている面積のことですただしバルコニーや軒などのいわゆる出っ張りの出の部分がある場合は 1m をそれを超えてしまうと建築面積に参入されますよということなのでこの赤字の部分ですね 今建築面積ですけどもその他の赤字の部分は全て出る可能性がありますのでこれしっかり覚えておいてください次に延べ床面積ですね建築物の各階の床面積の合計ですねちなみに階段の面積というのはそれぞれの階の床面積に参入がされて吹き抜けっていう部分は除かれますということなので含まれないということですね次に容積率ですね こちらは敷地面積に対する建築の延べ床面積の割合のことですね。こちら容積率と言います。はい、そして最後建ぺい率。先ほどの容積率とこれ被りやすいと思うんですけども、次は敷地面積に対する建築面積の割合のことですね。なので土地めいっぱいに建物を仮に建てるんであれば建ぺい率は100%ということになりますね。 いわゆる繁華街のビルとかはそういう形だと思うんですけどもなかなか住宅ではですね、まあ、ちょっと庭を取ったりとか、えー、家の前に駐車場を作ったりとかすることが多いと思うのでこの建築面積の割合100%ってことはないですよねほとんどはいそれも定められていますっていうことですねそれでは次いきます次に室内に関する規定ということでこちらもですね環境工学の方でもちょっとやったんですけども まずは最高に関する規定ですね光を取り入れるということです、えー、住宅ではその居室の床面積の7分の1以上の最高に有効な窓などの開口部を作らなければならないということで床面積の7分の1以上ですねそして特例として襖や障子で仕切られている2室は1室とみなしてしまって 全体として床面積の7分の1以上確保できていれば OK ということで、まあ、いわゆる襖とか障子で仕切られている2部屋を一室とみなしてしまってその合計した床面積の7分の1以上の窓などの開口部があれば OK という意味ですねこちらも出る可能性が十分にあり得ますので覚えておいてください そして次に換気に関する規定ですね。居室には換気のための窓、その他の開口部を設けなくてはいけません。その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1 20分の1以上とする。ということなので、先ほどは最高、光を取り入れる際は1 7分の1以上でしたが、換気に関する規定は1 20分の1以上ということですね。こちら混同しないようにしておいてください。 最後に居室の天井高ですね居室の天井高は2 1メートル以上にしましょうというまず規定がありますさらに勾配天井などの場合いわゆる傾斜がある天井ですねその場合は平均的な高さで求めましょうということですこの計算の仕方はですね別に覚えなくて大丈夫なので平均の高さで求めるということだけ覚えておきますまたですねここから重要ですけども小屋裏収納は天井高は1 2.4メートル以下にしななければなりませんさらに下に書いてますが小屋裏収納はその直下階下の階の床面積の1 2分の1未満であることが条件ですということなのできちんとこの条件を守っていないとこれは違反という形になりますねはいそれでは次いきます次に内装制限ですねまず住宅の内装制限についてということなんですけども 住宅における内装制限の適用を受ける場所っていうのは火を使う部屋のいわゆるキッチンとかですね壁と天井になりますということですねはいなのでキッチンの壁と天井は内装制限というものを受けるんですけどもただし耐火建築物は対象外となるので鉄骨像などの準耐火建築物と木造建築がこれに該当してきます そしてですね、火を使う部屋が最上階以外の階にある場合にのみ適用されますということなんです。もう一度言っておきますね。火を使う部屋が最上階以外の階にある時に適用されますということなんですね。こちら補足してますが、つまり2階建て住宅のお家で2階にキッチンがある場合は、この内装制限は適用されませんよということになります。 それなぜかというと例えば1階にキッチンがあってそこから火事が発生してしまった場合上に燃え上がってしまうので2階は当然すぐ全焼してしまいますが2階,に2階建ての2階にキッチンがある場合でしたら、まあ、そこを燃えてしまってもその後上に広がっていったところで上の階はありませんということなので、まあ、燃え広がりにくいという意味で最上階にキッチンがある場合は適用されませんということですね。 はい、この辺もちょっとややこしいんですけども、覚えておく必要があります。それでは次いきます。次、内装制限2ということで、具体的なじゃあ対策についてですね。はい、読み上げます。住宅では内装制限をクリアするために、壁と天井が先ほど対象と言いましたが、こちらの仕上げ材を純不燃材以上のもので仕上げなければなりません。それは例えばですね、石膏ボードであったら、 厚さ 9.5mm のものが純不燃剤となって厚さ1 2 5ミリ以上の石膏ボードは不燃剤となりますなので石膏ボードの 9.5mm は純不燃剤1 2 5ミリ以上は不燃剤という点ですね、えー、市場によく出ますので覚えておきましょうはいそして次に内装制限の緩和ですねこちら LDK のような間取りの場合いわゆるオープンな空間ということですね キッチンとつながっているダイニングやリビングも内装制限の対象になってしまうので火を使う部屋、いわゆるキッチンと他の部屋との間に天井面より5 0ンチ以上の不燃材で仕上げた垂れ壁を設ければキッチン以外の部屋はその制限を受けなくなりますということですねその制限というのは内装制限のことですねはい、ちなみに補足として IH コンロのみの場合も 内装制限というものは適用されませんということなのでこちらも理解するのにちょっとだけ苦労するかもしれないんですけどもしっかりと意味を読み取っておきましょうはいそれでは次いきます次にその他室内の規制ということなんですけどもこちらですねまず換気設備についてですが先ほどは換気のための窓などを設ける話をしたんですけどもシックハウス対策により 機械換気設設備のの置というものも義務付けられております,例,はです、ね、例えば24時間換気などですね次に望遠規制なんですけども室内の壁や天井の内装材料は建築基準法で定められておりカーテンや絨毯などの調度類については消防法により定められているということでこちらもですね試験で消防法が 出る可能性もありますので一応ですね調度類は消防法によって定められているこの点を覚えておきましょうそして最後火災警報器の設置義務ということってこちら火事が起きた時の警報器ですねはいまず3点セットで覚えたいんですけども寝室階段キッチンこの3点で覚えておけば間違いありません 補足ですが寝室と階段に設置するものは煙感知式のもののみでキッチンは煙感知、えー、熱感知どちらでも ok となっております場所が大事ですね寝室階段キッチンってことですねはいでは次いきます次に地下室についてですねまず地下室の定義についてなんですけども地下室とする部屋の天井高の3分の1以上か 地盤面下にある場合その部屋を地下室と言いますまた地下は湿気が溜まりやすいので法令で定める基準に適合させなければならないということですねこの地盤が今ここにあるんですけども天井高これですね天井高に対してこれ3分の1以上地下に入っている状態なのでこれは地下室と言えます また地下は湿気が溜まりやすいので、精霊で定める基準に適合させなければいけないということなんですけども、こちら防湿の措置ということで、空堀ですね、ドライエリアというものを設ける必要があって、こちらは1メートル以上取りましょうねっていうルールがあります。または換気設備ですね、を設けましょうということなんですが、それぞれの数字ですね、地盤面からの高さはこちら1メートル以内とか、天井中の3分の1以上が地下に。 収まっているとかですねこの辺をししっかり覚えておきましょうこれが地下室のまず定義となります、はい、そして補足としてさらにということなんですが地下室はこちらですね溶石率の緩和を受けることができますということで次のページで解説をしていきたいと思いますはい地下室の溶石率緩和ということなんですけども溶石率の緩和に関してはよく出題がされますまずそもそも溶石率の緩和とは建物全体の伸び床面積の 3分の1まで許容率算定上の延べ床面積から外すことができるということなんですけどもこちら文章で分かりにくいと思うので例を出してみましたはい読み上げますある住宅の延べ床面積が例えば1階が40平米2階も40平米そして地下も40平米合計これ120平米になりますね延べ床が で、地下の40平米というのは、延べ床合計の120平米の3分の1の範囲、ちょうどギリギリ40なので、収まっているので、この場合は溶石率の対象から除かれますよということで、この場合は80平米のみが溶石率の対象になると。はい。なのでですね、緩和措置を受けることで、 強小スペース狭い土地でも床面積をですね地下に作れる分1.5倍にすることができるようになりますということで広い延べ床面積の家を建てることができるということですねはいそれでは次いきます次に製造物責任法 PL 法なんですけども PL 法を確認してほしい2点ということでこちらのですね PL 法毎年のようにほんと出題されている問題です はい。そしてそもそも PL 法とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者などの損害賠償責任について定めた法規ということです。とても大事な法律ですね。はい。そして覚えてほしい2点なんですけども、よく出るのがですね、まず製造業者とはということなんですけども、その製造物を作った人、えー、そして加工した人、またはですね、輸入したもののこと、 ここちらよくく出まますすのでで注意ししておいてください。いださ輸入した人も含まれるということうね。次損害賠償を請求できる期間こちらもよく出ます赤と青で分けているんですがどちらも出る可能性がありますのでしっかり覚えてほしいのですが読み上げますはい被害を受けた人またはその法廷代理人が損害及び賠償義務者を知った時点から3年間または製造業者などが 当該の製造物を引き渡した時点から10年間と定められているということで3年間と10年間この試験は数字が好きなのでどちらもですねしっかりとあの分けて覚えておいてください PL 法は本当によく出ますそれでは次いきます次に PSC マークですね PSC マークで出題されるのはズバリその対象製品なんですけども PSC マークとは 消費生活用製品安全法によって消費者の生命や身体に危害を及ぼす恐れが多い製品に付けられているマークとなりますそしてこれらは下記の2種類に分けられますということでまず1点目左側ですね特定製品丸の中に PSC と書いているものなんですけどもこちらはですね主に圧力と石油っていうワードに注意しておけばいいと思います具体例は圧力鍋 圧力釜、石油ストーブ、石油風呂釜、そして登山用ロープやヘルメットですねこちら丸印に PSC と書かれていますこちらですねあのバイク乗ってる方なんかヘルメットに必ず書いていますのでちょっと見てもらうといいかもしれません次に右側ですね特別特定製品ということでダイヤ型ちょっと特別な形のダイヤ型に PSC と書かれています こちらの具体的な製品は、乳幼児ベッドや浴槽用温水循環器、ライター、携帯用レーザー応用装置ということで、よく出るのはですね、乳幼児ベッドとか、浴槽用温水循環器の方だと思いますね。はい、この2点覚えておけば間違いないと思います。はい、それでは次いきます。次にリサイクル法ですね。リサイクル法の対象となる製品を覚えれば OK です。 まず家電リサイクル法とは一般家庭や事務所から排出された特定家庭用機器廃棄物から有用な部品や材料をリサイクルし廃棄物を減量するとともに資源の有効利用を推進するための法律ですということで最近でしたらテレビとかですね冷蔵庫を捨てるのってすごい大変なんですけどもそれがこのリサイクル法に当たりますそれでは対象製品なんですけども家電4品目とまず覚えてしまいましょう 1>, 1品目目がです、ね、エアコン2品目目がです、ね、テレビこれすべてって書いてますがいわゆるブラウン管とかです、ね、プラズマテレビとか、えー、液晶テレビこれらすべてがこの対象製品となりますそして3品目目が冷蔵庫冷凍庫ですねそして4品目目が洗濯機衣類乾燥機ということなのでこれらですね非常に出る可能性ありますので注意して覚えておいてくださいでは次いきます 次にインテリア関連のマークですね。ハンドブックには全部で15種類載っているんですけども、どこの団体、協会などが手がけているのか、具体的に何にこれが付けられているのかというのを把握しておきましょう。とはいえ数が結構多いので、赤字部分だけでもいいかもしれませんということで。 それでは一つずつ見ていきますと、まず、丸1、エコマーク。こちらはですね、もう皆さんご存知だと思いますし、文房具であったり食品などですね、そういうものの箱に貼られていたりしますので、まあこちら省略しても大丈夫かと思います。2点目がですね、こちらですね、丸2の下にも書いてますが、BL マークというんですけども、これ左から見ると LB に見えるんですが、これですね、一般財団法人、ベターリビングと書いていますが、この略なんですね。 リビングが bl ですねはいということでこちらは住宅部品やドアクローザー給湯器宅配ボックスなどなどに貼り付けられています次に 3SG マークということで下にも書いていますがまさにこれ S と大きい G ですよねなのでそのままなんですが SG はセーフティーグッズの略で入浴ーージベットなどに貼られております 次に ④CP マークですね。こちらは警視庁など官民合同会議というところで手掛けているマークらしいのですが防犯性能の高い建物部品につけられますということで主にですね、窓に貼り付けられていますねはい、次に5電気用品安全法マークというものがありまして電気用品安全法の基準をクリアした電化製品につけられますということでそれでは次いきます 続いて、丸6。有料断熱材認証マークということで、EI マークとも言われます。一般遮断法人、日本建材住宅設備産業協会。ちょっと長いので、まあ、ここまで覚えなくていいと思うんですが、基本断熱材の熱性能が保証できるものかを評価して、有料と認めた製品につけられますということで、まあ、有料断熱なので、まあ、まさにこの家のマークですね。 家の断熱がされていいるということで、まあ、ここに EI とも書いていますのでもし試験で出た際に、ね、EI がですね目に入ればラッキーかなと思います有料断熱剤認証マークですね次に丸7 i s m マークということなんですけどもこの I はインテリアの略なんですが一般社団法人日本壁装協会ですね生活環境の安全に配慮された壁紙などにつけられますということですね でこの ISM マークなんかはもうまさに答えここに ISM って変えてしまってるのでおそらくこれが何のマークかっていうのは出にくいと思うので何に貼り付けられているかとかですねこの壁紙とかこの境界名を求められる方が多いんじゃないかなと思います。はい次に丸8の G マークですけどもこちらは公益財団法人日本デザイン振興会ということで。 いわゆるグッドデザイン賞を受賞した商品につけられるということなので皆さんもですね一度は必ず見たことがあるマークだと思います G って書いてるやつですねはい続いて丸9の静電マークというものがありまして一般社団法人日本インテリアファブリックス協会静電気防止機能を施したカーペットなどに静電マークが貼られますということですね次丸10棒谷マークこちらももう ダニの絵が描いているので、もう出たらサービス問題なんですけども、実はですね、この棒ダニマークよく出るイメージがありますね。はい。なので、出たらラッキーなんですけども、棒ダニ効果試験基準に達し、認定されたファブリック商品などに貼り付けられていますということですね。それでは次いきます。次、11、社交マークということで、一般社団法人、日本インテリアファブリックス協会で、 カーテン用生地やロールスクリーンなど遮光機能を施したものにつけられるマークということでもうそのまんまですね次に丸1 2ホルムアルデヒド対策マークということでこちらもインテリアファブリックス性能評価協議会というところなんですがインテリアファブリックスっていうワードがすごい多いですよねこちらはカーペットカーテン生地などホルムアルデヒド対策レベルを表すものとなっております次に13番ですね C マークということで下にも 書いていてますね日本カーペット工業組合ということで品質基準に合格をしたタフテッドカーペットにつけられますとはい次に14番グリーン購入法適合マークということでカーペットカーテン布団などを対象としてグリーン購入法の適合を表しますと最後室内環境配慮マークということでこちらに出てきてるんですけどもなんかエコな絵ですよね はいこちら一般社団法人日本家具産業振興会なんですけどもシックハウス対策のための基準を定めてホルムアルデヒドなどの VOC の発散を抑えた家具に貼り付けられますということなんですけどもこれらのマークはですねもう必ずと言っていいほど出ますのでむしろ落としたらとてももったいないのでしっかりですねここはもう試験の2週間ぐらい前になったら必死に覚え込んだ方がいいんじゃないかなと思います。 4問出題される可能性が高いのでその4問とも取れたらそれだけで4点あの取れる形になりますからぜひぜひですねしっかり覚え込んでみてくださいはいいかがだったでしょうか前回の動画と合わせるともうすでに7時間を超えてる動画になってしまったんですけども少しはお役立てできましたでしょうかもちろんですねこの動画を見たからといって合格が確実になるっていうわけではないんですけども少しでもですね、まあ、聞き流しとか皆さんの勉強のお役に立てれば幸いです ただですね、もし自分ではもうどうにもならないなって感じてしまった方はですねなるべく早い方がいいですし当サロンでもですね有料会員さんには月に3回ほど勉強会を行っていますので良ければですねご相談だけでもしていただければと思います。ははい、いそれでは皆さん、引き続きき続ココツコツと勉強頑張っていきましょう。